今日は質問ないのかな。いや、松村先生はないので、あとはね、最初に聞いたらいいかなって。いや、まあ、本人が急に質問するかもわかんないじゃない。いや、先生の方から言っていただいたので。あ、そうか、大丈夫。それはよろしいことで、ありがとうございます。助かります。あの、委員長の皆さん、それはあの誰よろしくどうぞ。先生は質問しないの？民主党には。あ、どうぞ。お願いいたします。これより会議を開きます。内閣提出特定秘密の保護に関する法律案及び枝野幸男君ほか2名提出、行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。この際お諮りをいたします。両案審議のため本日参考人として内閣官房内閣審議官能計雅彦君、内閣官房内閣審議官鈴木義之君、総務省行政管理局長和光俊彦君、防衛省防衛政策局次長真鍋朗君の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので順次これを許します。町村信孝君。町村でございます。今日は、特定秘密保護に関する法律案、自民党のトップバッターで質問をし、かつ1時間もたくさんの時間をいただいて、あの理事の皆さん、また関係の皆さん方に感謝を申し上げます。私はあのこの問題を検討いたしまして、自民党のインテリジェンス秘密保全等検討 PT というのがございまして、まあ、その座長を務めさせていただきました。副座長には中谷筆頭理事もご参加をいただいておりますし、岩谷理事にもご参加をいただいておりました。そしてこの法案をまとめる立場ということで、この PT は8月下旬から10月上旬まで、9回の会議を開催いたしましたし、またあのそのこの間で公明党の皆さん方とも直接お話をする機会を何度かいただいたところでございました。で、私はこのインテリジェンスの問題というのは非常に重要な問題だと長く考えてきたテーマでございました。なぜかと言いますと、あの2001年の9月11日例の 9.11 の事件、あの米国同時多発テロのことを思い出すわけであります。今日は資料に、私の資料の一番上のところにですね、このインテリジェンスの重要性というものを、感じた過去の経緯が若干書いてございますけれども、その例の 9.11 の時に3026人が亡くなった。そしてその中には日本人も24人、亡くなられた方がいる。私の親友の親戚の方もその24のうちの一人であったということで、こういう事件を見たときに、やはり日本人ばかりではなくて、やっぱり国民の全ての人間の生命の重要性というのをどうやって担保するのかということ、そしてそれは翻って国家の安全というものがないと個人の生命も担保できないんだということを非常に強く感じた時でございました。その私は外務大臣を務めておりました時に、イラクの人質事件というのがありまして、これも2004年の4月からかなり長い間人質にされていた事件でございました。この時もですね、まあイラクはもとよりでありますけれども、近くのヨルダンとかイギリス等からの情報は
断片的には入ってきたけれども、外務大臣として十分な情報がその時確保できたかというと、実は不十分であったなということを今でも思い出します。そしてごく最近で言えば、今年の1月アルジェリアの人質事件がありました。あの時も犠牲者の数39人、そのうち10名の方々が日本の企業の社員職員等々が亡くなってしまった、大変残念な事件でございました。まあ、当時もアルジェリアあるいは元の植民地の宗主国であったフランスあるいはイギリス等々からの情報も入ってたと思うんですけれども、しかしどれだけ十分な情報があったのかということは私ども分かりませんけれども、必ずしも十分ではなかったのではなかないのではなかっただろうかとこう思ったりもいたします。やはりあの時でも命の人の命の重要性ということを強く強く感じさせられた事件でございました。でありますから、ごく数ヶ月前のことでありますからご記憶が新たになると思いますけれども、官房副長官、このアルジェリアの事件というものについてどういうような問題点がその後いろいろ検証されたと思うんでありますけれども、どういう点を問題があったとこうご認識であるか冒頭伺いたいと思います。加藤官房副長官。町村委員にお答えさせていただきます。今年今年の1月に発生いたしましたアルジェリアのテロ事件、日本人が10名亡くなるという本当に痛ましく本当に残念な事件でありました。この事件を受けまして政府として対応の検証そして報告書を取りまとめたわけでありまして、まずその事実関係としては、我が国の関係機関も当時マリ情勢が緊迫化している、あるいはアルカイダ関連組織が外国人を狙った誘拐事件を起こす危険性、こういったことは認識をしていたわけでありますけれども、これは我が国だけじゃなくて他の国の治安情報機関もそうでありましたけれども、具体的にこういう事件に関する情報には残念ながら接するに至らなかったと、そういう意味で平素から国際テロ情勢に関する分析体制の強化や海外における情報収集能力の強化のための方策をしっかり検討していくということで、具体的には関係省庁及び在外公館の情報収集分析体制の拡充、担当者の現地への派遣、あるいは現地関係者の本邦への招聘の充実等を図ること、あるいは情報収集能力のさらなる向上に向けて引き続き情報収集衛星の機能の拡充強化に努めること、あるいは在外公館などにおいて外務省出身の地域専門家と合わせ警察出身のアタッシェ警備対策官の体制の強化、さらには防衛駐在官の体制を強化拡充する、あるいは現地の言葉でありますアラビア語に精通している、そうしたことも含めて公開情報収集体制を強化する、こういったことを挙げているところでありまして、引き続き政府として国際テロ情勢をはじめとしてさまざまな情報収集のあるいは分析能力の強化に努めていきたいとこういうふうに考えております。委員長、町村君。数多くの問題点が一生懸命なさったけれども、やはり、十分な体制がやっぱり取り切れていなかったということはやっぱりあったんだろうなとこう思うわけであります。実は私自身9.11 後この問題について自民党で PT を作りまして、その時も私座長を務めました。そして岩谷先生その他と一緒にイギリスに行って MI6 あるいは向こうの国会議員さん等々と回っていろいろな組織とかあるいは法令の整備の状況とかあるいは国会の関わり方等々について意見交換をしいろいろなお話を聞いてきたことを今でも覚えております。その後私たまたま外務大臣あるいは官房長官というこのインテリジェンスに関わりを持ちうる立場にいたものですから、その時できるだけのことはやったつもりでありますが必ずしも十分ではなかった。特に、やはり基本的な今回出しております出していただいております
こうした特定秘密の保護に関する 法律、こうした法令の整備の重要性ということは、その時も随分意見をまとめ、そして当時の総理大臣にもご相談をしたこともございましたけれども、残念ながら他の案件もこれありだったんでしょう。政府全体としてこうした法令の整備というものを政府全体でやろうということにはならなかったわけであります。今回安倍政権の下でこうした法制の整備をやろうというご判断をされたこと、私は高く評価をしております。長らくの案件をこういう形で安倍総理はじめ森大臣、また関係する方々がこういう形で前向きに取り組んでいただいたこと、本当にありがたいことだと思っているわけでございます。そして今回の法案の根っこはどういう形で作られたかというと、これは民主党の菅総理の下でおまとめになられた有識者会議によります秘密保全のための法制のあり方という報告書が平成23年の8月にまとめられました。私どもあの時野党でございましたが、こうした有識者の会議が集まったということを受けて、民主党もこれは法案を出すんだろうと思ったものですから、自民党でもこれはやっぱり真剣に改めて考えなければいけないということで、検討会を自民党でも作って、この当時の民主党政権の下での報告書というものを自民党でも積極的に検討をさせた記憶があるわけであります。私は民主党政権あの時なんで出さなかったのかなと、確かに原発事故あるいは大津波等々あったから、そこまで手が回らなかったのかもしれませんけれども、私はしかし民主党がこういう問題、どちらかというと今まではこういう問題はもう鼻からダメという民主党の中でああいう問題に積極的に取り組まれた、その姿勢を私は当時大変高く実は評価をしたわけでございます。でありますから、そういう経験のある民主党の皆さん方、前政権を担当しておられた方々はですね、今回の我々政府が出された法案についてはぜひ積極的な対応をしていただけるんであろうかなと、こう思って、期待をしているところでございます。加藤副長官にもうちょっと伺いたいのであります。先ほど我が国のインテリジェンスの不十分である点についていくつかお話をいただきました。そのことについてもうちょっとお伺いをしたいんでありますが、この法的整備でかなり良くなることは間違いがありません。しかしこれで日本のインテリジェンスが非常に十分かというと、私はまだまだ不十分だとこう思います。一つはですね、やっぱり情報を受ける体制はできたと。しかしやっぱりこれはギブアンドテイクというと表現が適切かどうか分かりませんけれども、やっぱりギブしてくれたところ、それに対してやっぱり日本人がどういう情報をギブするか提供できるかということもやっぱり相手の国は見るわけであります。そういう目で見たときに、やっぱり日本国は海外でこうした情報収集を専門的にやる機関がないということが大きな欠陥であるとこう思っております。これについて、官房副長官どうお考えなのかな、あるいはやっぱり人を通ずる情報の収集、ヒューミントとこう言っておりますけれども、先ほどこれも副長官お見えになりましたけれども、やっぱり人材が必ずしも政府に十分あるわけではない、あるいは分析する能力が十分トレーニングできているかというと必ずしもそうでもない。そしてインテリジェンスコミュニティというのが、これは私官房長官の時にかなり意図してこのコミュニティということを強く言って、かなり、こうお互いの関係が良くなってきたとは思うんですけれども、内調を中心としてですね、防衛省、外務省、あるいは公安調査庁、警察等々のですね、その人との要請、
というものがその人事の面で運用がうまく十分できているかというと必ずしもそうでもないんじゃないかな。そして政府全体でこのインテリジェンスの問題を取り組むという意識が十分高まっているだろうか。まあ、今度 NSC というのができるということはそういう意味では政府全体がこういう問題、インテリジェンスの重要性というものを改めて認識するいいきっかけになるんだろうということも期待をしておりますが、以上日本のインテリジェンスのいくつかの問題申し上げましたけれども、いくつかで結構ですから副長官のお考えを聞かせていただければと思います。加藤副長官。情報収集機能の強化という意味において、これまでも官邸における情報機能の強化の方針、これ平成20年出しております。また今お話がありました今回のアルジェリアのテロ事件の検証も踏まえて、これまでも機能強化には取り組んできているところでありますし、また今回の出させていただいております特定秘密の保護に関する法律は今ご指摘がありましたように海外との情報機関等における情報の共有という意味においては大きく資するものとこういうふうに考えております。その上で我が国として、情報の収集というのをどう図っていくのか、こういった面についてなかなか正直申し上げて、国際テロあるいは大量破壊兵器等について関係する国や組織の内部の情報の収集ということになりますと、これなかなか、そうした国自体が大変閉鎖的でありますし非常に困難の取り、伴うものでありまして、そうした意味からも、専門的組織的な対外人的情報収集の手段方法及び体制のあり方についてはしっかり研究をしていきたいというふうに思っております。さらに人的要請につきましてはご指摘のように情報に精通した人材を育てていくことが大変重要でありますので、情報コミュニティ内における研修や人事交流を推進するなどこのそれぞれの人の能力を高くしていく、あるいは人事交流等を通じてですね、政府内においてのみならず民間からも専門的な分析能力を有する人材を得るなどですね、人的な体制をしっかりと充実をし、また政府内におけるですね、それぞれのコミュニティの中での連携をしっかり、情報コミュニティ内における連携をしっかり取っていきたいとかように考えております。委員長、町村君。ありがとうございました。何から何までいっぺんに全部やるのは難しいと思いますから、今回はこの法案の成立をぜひ実現をしたいとこう思いますが、その暁にはですね、その次の課題というものもぜひ安倍政権全体でですね、取り組んでいただきたいということを申し上げておきたいと思います。副長官どうぞお立ち入れて結構でございます。この後は主として森大臣にお伺いをしたいと思います。今日はこの法律の話でございますから、法律に絞って何点かをお聞きをしたいと思います。まず法律の意義あるいは必要性という一番重要な出発点のことを伺います。先ほど申し上げましたように、私は国民の生命、安全、そして国家の安全というものが何よりも重要であると、こう考えるものでございます。そういうことはもちろんこの法律の目的のところに、散りばめて書いてあると思うのでありますけれども、大臣の方からぜひこの法律の意義、必要性というのはどこにあるのかということについてまずご発言をいただければと思います。森大臣。私もですね、 9.11 の直前までニューヨークにいたわけでありまして、1年間、0歳の長女と私の2人で、留学をしておりまして、いつ帰国するかということだったんですが、早めて帰国したんですが、その直後に 9.11 がございまして、夜テレビを見ているときにその映像を見て、本当に尊い人命が
我が国の方々も含め多くの方々がお亡くなりになったこと、大変悲しく、そして悔しかった。あの近くをいつも0歳の娘と一緒にお散歩もしておりましたし、そういう意味では本当に身に迫る危険というものを感じたわけでございます。まあ、海外にいるときに私ども日本人はやはり情報というものは大使館、国ですねからいただく情報、大変頼りにしております。まあ、近時は国際情勢が複雑化、多極化しておりますし、まあ、国をまたいだ国際テロというもので、さまざまな国の方が多数犠牲になるということも多く起きておりますので、やはり我が国の国民の安全を、生命の安全しっかり守っていくということ、そして国家をしっかり守っていくということ、まあ、今海外にいる時のことを申し上げましたが、国内にいる時でももちろんそれはテロ等の危険には常にさらされているわけでございます。またさらに最近は高度情報通信ネットワーク社会ということで、まあ、インターネットの発展に伴ってですね、情報が一旦まあ漏洩された場合に即時に拡散されるということで、その被る、損失が非常に、まあ、深刻かつ、大きいわけでございます。そこで、本法案では我が国の国民と国家の安全を守るために、安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを的確に保護するという体制を、まあ、確立をしたわけでございます。またもう一つ申し上げれば、情報収集か海外との他国との情報共有、まあ、この国際テロなどは本当に最もその最たるものであると思いますが、情報共有をする上で我が国の中 その秘密保護の体制がしっかり整えられているということが前提でございますので、そういった意味でもこの法律が必要であるというふうに考えて法案を提出したわけでございます。委員長、町村君。大臣がおっしゃる通りだと思います。例えば自衛隊というものはもちろん熱心な活動をしておられますが、考えてみますと我が国は専守防衛というものが基本であります。であるから日本から攻めることはない、専守防衛ということを考えたときに、そういう国であればあるほどこの大きな、まあ、うさぎの耳という言い方をいたしますけれども、やはり海外でどういうふうに物事が進んでいるのか、どこに日本の危険があるのかということについては、専守防衛である以上より敏感にそうした情報収集の必要性というものをより強くやっぱり受け止めなければならないし、努力しなければいけないし、自らも努力すると同時に海外からの情報を海外から関係諸国からそれを受け止めるということが必要なんだろうとこう思います。ですから日本のような、なんか昨日の国会でのやり取り見て大変驚いてしまったんですけれどもね、この法律を作るとなんか戦争へのまた道を歩くというね、まあなんということを言う人がいるんだなということで、私はびっくりいたしましたけれども、そうではなくて専守防衛の日本であるからこういう法律が逆により重要になるんだということをですね、もっと強く国民の皆様方にもご理解をいただきたいとこう思っているところであります。この第1条にも書いてありますけれども、また今もお話がありましたが、確かにこのネットワーク社会の中で情報漏洩の危険性が高くなってきているんだということが書いてあります。これはもうちょっと具体的に言うと、どうしてネットワーク時代になると漏洩の危険性が高まるのかなということが必ずしも
はっきりしないのでありますけれども、この点はどういうお考えでございましょう。森井国務大臣。まあ、今前半でご指摘された通り、戦争へのまあ、ご指摘がね、昨日も本会議ございましたけれども、決してそういうことではなく、防衛のためにということを改めて、強調をして、おきたいというふうに思います。そして今ご質問のですね、情報漏洩の危険性の高まりということでございますけれども、まあ、これまでも外国情報機関等から工作を受けた公務員による情報漏洩事案というのも発生していたわけでございますけれども、まあ、近年のですね、まあ、このネットワーク社会のですね、発達に従って、また国際情勢の複雑化に従ってもそうでございますけれども、一旦ですね、この情報が漏洩されるということになりますと、またその重大な情報がですね、インターネット等を通じて、まあ、瞬時に、多くの国にですね、拡散していくということが懸念されるわけでございます。そして、まあ、それに対するですね、一旦漏洩された場合のですね、被害損失というものは甚大でございます。ですので、やはりこういった情報漏洩の危険性が高まる中ですね、しっかりとその秘密を保全をする必要性が高いということでございます。委員長、町村信孝君。よくわかりました。私も、大臣のおっしゃる通り、だとこう思います。やっぱり外国との情報共有が必要であるということはもとよりでございますし、まあ、最近あんまり流行らなくなってしまったかもしれませんが、相も変わらず我が国が外国人の目から見るとスパイ天国であるという事実は何ら変わっていないわけですね。ですからそういうこともですね、ほっぽらかしておいて本当にいいのかということは、やっぱり我々国の安全、そしてそれはこの法律の第一条にも書いてありますが、漏洩の防止を図りもって我が国及び国民の安全の確保に資する、国家及び国民の安全に資するんだと、国民一人一人の、先ほど 9.11 をはじめとしてアルジェリアの事件等々で分かるように、国民の命が脅かされる、それをな防止するために、この法律を作るんだということが、この第一条の最も重要なポイント、この法律の意義はそこにあるんだということを再確認をしたいなとこう思います。で、時間も限られておりますから、法案の中身に少しずつ入ってまいりたいと思いますが、この法案の骨子は秘密指定の、秘密の指定と解除、それからもう一つは情報を扱う人の選択、適正化、クリアランスと呼ばれている問題がもう一つと、それから三点目はそれを反する場合の罰則、これがこの法律の骨子であるとこう考えますから、その順序に従ってですね、お伺いをしたいと思います。資料の2という、こういう資料を今日は皆様方にもお配りをしてありますが、これは政府の方で、自民党の PT で、政府から配布された資料の一部で、ございます。この中で、この図が書いてありますが、国家公務員法上秘密の中で一部を特定秘密として指定しますと。で、特定秘密は安全保障に関する情報で、1、防衛、2、外交、3、特定有害活動の防止、これはまあ諜報等々が当たると思います。から4番目、テロの防止の中で、特段に秘匿の必要性が高いものを特定秘密といたしますと、こういうことであると思いますが、今回のこの法律で、私は相当絞られてきているんだろうと思いますけれども、一部のマスコミを見ると、
この特定秘密の範囲が無制限に広がっていくんじゃないかというような誠にためにする議論を言う人たちがいるわけでありますけれども、この私はこの別表に書いてあるように、秘密の範囲がこれで広がることはない、むしろ限定されてきてるんだということがこのポイントではないかと思っておりますけれども、大臣どうお考えでしょうか。森大臣。ご指摘のとおり、秘密の範囲を限定をしております。特定秘密は国家公務員法等において秘密とされる情報、その別表にある資格の箱がありますが、そのうちですね、さらにその漏洩が我が国の安全保障に著しい支障を与える恐れがあるもののうちから指定をするということで、従来の秘密の範囲を拡大するものではありません。また別表に掲げる事項については特定秘密の指定が適正に行われるように、単に防衛に関する事項とか外交に関する事項と大くくりに規定するのではなく、例えば自衛隊の運用またはこれに関する見積もりもしくは計画もしくは研究という形でさらに詳細に事項を限定して規定をしております。委員長、町村君。さっき申し上げました民主党の書かれました報告書と比べてみたんでありますけれども、その民主党の報告書よりもさらにこの法律は限定が、加わっていると、こう私はあれを読んだときに理解をいたしましたが、そこはどういうふうに民主党報告書との違いがあるのか伺います。はい、鈴木審議官。お答えします。平成28年8月の秘密保全のための法制のあり方に関する有識者会議の報告書におきましては、特別秘密として取り扱うべき事項につきまして、国の安全、外交、公共の安全及び秩序の維持の3分野を対象とすることが適当であると報告されております。本特定秘密保護法案におきましては、防衛に関する事項、外交に関する事項、特定有害活動の防止に関する事項、およびテロリズムの防止に関する事項の4分野に分けております。このうち防衛に関する事項は先ほど報告書の国の安全を、外交に関する事項は先ほどの報告書の外交を踏襲しておりますが、報告書におきまする公共の安全および秩序の維持につきましては、対象となる範囲をさらに限定した上で、特定有害活動の防止に関する事項及びテロリズムの防止に関する事項に分割しているところでございます。町村君。公共の安全というのは相当広い概念だったと思います。それを今回特定有害活動とかテロというふうに限定をしてあるというだけでもですね、実は秘密の範囲が広がるのではなくて、むしろ狭まっているというふうに私は理解をしております。それからこれもですね、私は悪意のある人の話だと思いますけれども、こと原発に関する情報を政府は全部流すんだと言ってですね、だからよろしくないという批判をする人がいますけれども、これはとんでもない、これは意図的な悪意に満ちた例示ではないかとこう思っております。例えば福島の原発事故の話、スピーディーが直ちに、国民に、それが流布しなかった、スピーディー緊急時の放射能影響測定ネットワークシステムでありますけれども、これなんかは例えばこの法律の対象には私は全くなり得ない性格のものだとこう思っております。逆にテロに対して例えば近隣の国あるいは団体テロ団体がですね、日本海側であれまた太平洋側であれですね、原発を破壊をするということで日本の経済社会に大変な影響が出るということは3.11 で分かったわけです。これをですね、もしあったときにどういう警護を図るか、
これは警察の仕事になると思いますけれども、まあ、場合によっては防衛、自衛隊の力も借りることもあろうかと思いますけれども、こういうもののどういう方法で警備をするかということを全部公表すると、それを見てテロリストは安心してここは穴があるなと言ってですね、ついてくると思うんですよ。だからこういうものは例えば原発に関することでも私は、特定秘密に該当するんじゃないかと、こう私は思っておりますけれども、どうでしょうか。森大臣。私福島県出身でございますけれども、当時原発事故情報であるスピーディーの情報が、知らされませんで、適切な避難ができなかったということをこの国会でも何回も質問させていただきました。当時民主党政権下でありましたけれども、浪江町の子どもたちを含む皆さんがすぐ近くで2回の爆発の時に待機をさせられる結果になった、一番濃い地域にいたわけです。このスピーディーというのはそもそも原発事故があった時に住民を避難させるために使うということが書いてあり、法律上内閣総理大臣がそれをしっかりと住民の避難のために使うことが決められているわけでございます。このようなものは別表のいずれにも該当せず、特定秘密の指定の対象とはなりません。当然のことでございます。一方、テロリズムの防止のために警察等の警備をすると、その実施状況、実施計画についてそれを公表してしまったら、テロがそれを知ってしまうわけでございますから、それについては別表に当たる場合には特定秘密に指定されるということになります。委員長、町村君。まあ、したがって原発だから全部この特定秘密になるというような大雑把なことを言う一部の人がいますけれども、そうではないんだということを今大臣言われました。私もその通りだろうとこう思います。それから TPP、まあ、非常に国民の関心の高い事故でありますけれども、 TPP はどうでしょうか。政府の手を縛ることに、なるかもしれないから、 TPP の報道は一切言わないんだと言ってですね、これは今私の理解するところ、この TPP のメンバーのそのどうでしょうか、交渉に参加をする政府の一部しかこれは知り得ないと、いや私も自民党の議員の一人として、北海道的な立場からすると、もう少し情報を出せばいいのにと思って非常に、イライラすることもあるんでありますけれども、まあ、それはそういうルールで、まあ、全てが動いているから、その TPP のプロセスのことはなかなか出ないと。しかしこう決まったというのはもちろんのことですけれども、これは対象に出てくると思います。しかしこれは TPP がその特定秘密に該当するかどうかという観点ではなくて、それは国際的な合意でそうなっているんだというふうに理解をしておりますけれども、それでいいんでしょうか。森大臣。その通りでございます。TPP に関する情報は別表のいずれにも該当しませんから、特定秘密の指定になることはありません。委員長、町村君。明快な、ご発言を多といたします。それから指定とかあるいは有効期限の延長の問題であります。これについても政府とかあるいは大臣が指定をするわけでありますから、この政府やら大臣が恣意的に決めてしまうのではないかというような議論があります。これは自民党の中の議論でもありまして、これは自民党や公明党の意向もあって、この新しいというか最終法案の 中で第18条というものが追加をされたと私どもは理解をしておりますが、そうした恣意的に指定や延長というものが決められない仕組みというものを今回法律上担保できたのかなとこう思っておりますが、
その中身についてご説明をいただきたい。森大臣。特定秘密は国民の生命、国家の安全のために指定をするものでありますが、やはり行政の恣意というものはしっかり排除をしていかなければならないと思っています。そのための仕組みでございますけれども、特定秘密は法律の別表に限定列挙された事項に該当するものに限って大臣等の行政機関の長が指定をするものです。またその基準は有識者のご意見を聞いてしっかりと公表してまいります。また行政機関の長は指定の有効期間が満了するごとに指定の要件を満たしているか否か確認をしなければならないことに加えまして、特定秘密の指定期間が30年を超える延長には内閣の承認を要する制度を設けることとしておりまして、特定秘密として保護することを要しないものについてはそれぞれその時点で指定が解除されるということになります。これら特定秘密の指定、有効期間の設定、解除、延長等は先ほど申し上げましたとおり外部の有識者の意見を反映された基準に基づいて行われることとされております。このように特定秘密の恣意的な指定等が行われることがないように重層的な仕組みを設けておりまして、適正な運用が確保されるものと考えております。委員長、町村君。人、大臣が変わる、あるいは場合によってはその政党の政権が変わるということもそれはあり得るわけです。しかしそれが変わるとですね、その指定の考え方が変わるとか、人が変わればコロコロこの中身が変わるというのはですね、そうだとすると私はやっぱりこの内容、国民の生活への安定性、あるいは行政の安定性、いろんな面から見てコロコロ変わってはいけない分野の私は内容だと思うので、そういう意味でこの統一的な運用基準を作る、しかも専門家の意見を入れて作るということは大変重要なプロセスだとこう思っております。それから有効期間についてもう一点申し上げますけれども、30年を原則といたしますと。しかしさらにそれを延長する場合には政府の内閣の承認が必要ですというお話がありました。私はですね、原則30年だけれどもそれを超えるケースもあると思います。アメリカの決定を見てもですね、50年とか75年とか、あるいは75年を超える場合にもということも書いてあるんですね。例えば某国の A 国の B さんという人が日本が必要な情報を提供を受けてきたと。しかしそれはもちろん本人は自己その国で、日本に対して協力をしているなんてことは絶対に言わない話であります。ですからそういう個人に関する情報、例えばですけれども、これはその方が生きている間は絶対に公表してはならないし、それはご家族もいますから、亡くなった後でもですね、その情報提供者が亡くなった後でも、さらに長く、秘密として、公表しないというケースも私は考えあるだろうとこう思うんでありますけれども、この点はどういうふうにお考えでしょうか。鈴木審議官。お答えします。有効期間につきましては、先ほど先生ご指摘のとおり原則30年という考え方でございますが、30年を超える場合でも、それを公開することによりまして相手国が対抗措置を取ることによって、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼす、場合がある情報というのも想定されていますので、そういったものにつきましては30年を超えて指定することが考えられます。委員長、町村君。従ってこれは個別に判断をしていくしかないんだろうなと思います。あらかじめこういう場合はこういう場合はということは確かに、決めきれない部分もあるんだろうなとこう思いますから、そういう意味でのやっぱり判断する余地というのは私はあっていいんだろうとこう思っております。
それから2番目のポイントであります適正評価クリアランスの問題であります。中身は あまり説明を要しないと思いますけれども、これに情報に接するすることが可能な国家公務員、あるいは例えば防衛省と契約を結んで例えばロケットを作る会社のその事業を担当する会社の担当職員、これは民間人でもこの情報がに接することが可能であるわけでありますけれども、それはすべてのものがいいというわけではなくて、それは公務員でなんとか A 局長さんであってもこの人は不適切であるということもあると私は思っております。でむしろ問題はですね、いろいろなこう項目でチェックする、これは法律に書いてあるからいいのでありますけれども、これでですね、なんかプライバシーの侵害が発生するのではないかということを懸念するという声もあったり、あるいはその個人の政治的に、私は共産主義が好きであるとか、ちょっと個別の言うことはやめましょう、政治活動であるとか、あるいは政治活動であるとか組合活動であるとか、個人の思想心中なども調べられちゃうんじゃないかということを心配するだという向きもあるんでありますけれども、そこまでは私は入っていないと思うんですけれどもね、どうでしょうか。推進課、お答えします。本法案におきましては、適正評価を実施するにあたりまして、あらかじめ評価対象者の明示的な同意を必要としているほか、適正評価におきましては調査と対象となる事項を法律上明記いたしまして、行政機関の省が無制限に個人情報を収集することができないこととしておりまして、プライバシーを侵害するものではないと考えております。また先ほど申し上げましたように対象事項は限られておりますので、政治活動、組合活動、個人の思想信条は調査事項でないことから、これらを適正評価の実施にあたりこれらを調べることはございません。町村君。はい、そういう意味で私は何でもかんでも調べて、それがまたなんかネットを通じて広く国民に流れてしまうということはないということだと今の答弁を受け止めました。それから3番目のこの法律の内容で罰則についてであります。これについて伺いますけれども、現在の国家公務員法1年以内、あるいは自衛隊法5年以内、これで十分ではないかという意見があります。私は1年というのでは全く抑止力がない、そして自衛隊が扱っている情報は一定程度カバーできますけれども、自衛隊以外が扱う必要な情報もあるわけでありますから、そういう意味で私は今回の罰則に関する規定というものは適切でないかとこう思っております。また10年は厳しすぎるのではないかという意見もありますけれども、これらの点についてどう伺うか伺います。推進課、お答えします。現行の国家公務員法上の守秘義務につきましては、一般職の公務員を対象とするものでありまして、特別職の公務員や契約業者には及ばないものでございます。また、自衛隊法は自衛隊について規律するものでございますので、防衛以外の安全保障に関する事項であって、特に取得することが必要な情報の保護についての規定を置くことができないものでございます。このように安全保障に関する事項でありまして、特に取得することが必要な情報に保護についての規定を定めるためには、国家公務員法、あるいは自衛隊法以外の新しい立法が必要であると考えております。また、10年の刑罰につきましては、
他の法令であります 特別防衛秘密の漏洩や営業秘密を不正に開示する行為、あるいは窃盗罪の法定刑が10年以下とされていることに比べまして、国の安全保障に関する特定秘密の漏洩が国家公務員法上の1年以下の守秘義務違反にとどまることはバランスを失し、特定秘密の漏洩を抑止する観点からも十分でないと考えております。委員長。町村君。私の知る限りでも諸外国でも10年というケースが非常に多くございますし、また国内でもですね、この安全保障に関することではない極めて経済行為を実する不正競争防止法でも一番厳しい部分は最高10年ということで、経済行為でも最高10年という現在そういう罰則があるわけでありますから、今回のこの罰則10年というのは決して厳しすぎるという指摘は私は当たらないんだろうとこう思っております。むしろ逆にですね、こういう意見も私のところに届いております。アメリカではですね、外国を利する意図を有するものによる外国政府への国防情報の漏洩は死刑無期有期刑という法律があります。まさにスパイですよね。これについては最大死刑だという規定まであるのに対して、日本は最大10年だということであります。したがってそういう海外の利益のために海外に情報を流す人に対しては10年よりももっと長くすべきではないかと、例えば15年とか20年とかですね、まあ長くしろという意見さえ出ているわけでありますけれども、これについてはどうお考えですか。鈴木新官。お答えします。本法案におきましては、特定秘密の取扱いの業務に従事する者が特定秘密を漏洩した場合の法定刑を10年以下の懲役としておりまして、現行の国家公務員法の守秘義務違反の1年以下の懲役や自衛隊の防衛秘密の漏洩罪であります5年以下の懲役と比較しましても相当重い法定刑を定めていると認識しております。したがって10年以下の懲役という法定刑の範囲内におきまして、漏洩の目的や対応等に応じまして具体的な量刑を判断することが可能となっておりますので、通報目的も含めまして悪質な特定秘密の漏洩の抑止にもつながると考えております。町村君。ちょっといいのかなと思ったりもいたしますけれども、まあ、そういうお考えであれば、理解をしておきます。最後に 10分間近く残っておりますが、この21条この法律の解釈適用という項目がございます。これは知る権利であるとか出版報道の自由等々について書かれたものでございます。これ一番最初の8月末の原案ではですね、報道の自由に十分配慮し国民の基本的人権にを不当に侵害してはならないという一行しか書いてありませんでしたが、これは自民党あるいは公明党からのいろいろな意見を反映をして現在のこの21条第1項第2項という内容に充実をされてきたとこう理解をしております。で、私はこれで非常に十分ではないかなとこう思っておりますけれども、そもそもですね、その国民が知る権利というものはですね、知る権利は担保しました、しかし個人の生存が担保できませんとか、あるいは国家の存立が確保できませんというのでは、私はそれは全く逆転した議論ではないだろうかと思うのであります。やっぱり知る権利が国家や国人の安全に優先しますという考え方は基本的な間違いがあるとこう考えるものでありますけれども、こういう基本的な考え方について大臣どうお考えでしょうか。森大臣。私ですね、報道のと取材
について書き込んだ原案をご提示し、今その上で、公明党さん、そして自民党のですね、ご審議を経て、この国民の知る権利、これを条文上ですね、おそらく初めて、規定をさせていただきました。この国民の知る権利というのは憲法上明文の規定が設けられているわけではございませんけれども、やはり私は憲法第21条の保障する表現の自由と結びついたものとして十分尊重しなければならない大切な権利だというふうに思っております。他方ですね、やはり今ご指摘の個人の生存、国民の生命、そして国家の安全ということ、こちらも最も重要なものであることは論を待たないわけでございますので、国の安全等に関する情報について、その漏洩を防止保護することという、まあ、この法案の目的も、達成をされなければいけないわけで、その2つのですね、バランスをいかに取っていくかということをですね、考慮しながら、この法案をですね、しっかり検討し、国の秘密の保護のための方策を検討をしてきたという、経緯でございます。委員長、町村君。今、大臣はバランスという表現を言われました。いい答弁かなと思いますが、ちょっと私とは違う部分かなというふうに今のお話は伺いましたが、まあ、そういうお考えがあることは分かりました。で、今日はですね、資料3というものでですね、どういう取材が問題であり、どういう取材が問題ではないのかということを、これは政府がお作りいただいた提出された資料の分かりやすいコピーだなと思ったんで、今日お配りをいたしましたけれども、例えばここに書いてあるような、この必要な取材とか、あるいはお酒を飲みながら取材をしたケース、あるいはたまたままた聞きしてしまったケースとか、あるいは特定秘密を拾ってしまったケースとか、あるいはたまたま置いてあった特定秘密を見てそれを他人に伝えた場合、こういうケースはいずれももちろん漏洩した公務員は処罰されますけれども、それをやった、取材をした方等々についてはですね、これは法律上もちろん白でありますということがこのポンチ絵に書いてあるかなと思いますけれども、これはそう単純に受け止めてよろしいんでしょうか。森大臣。はい、ご指摘のような取材行為は通常の取材行為でありますので、処罰対象となるものではございません。このことはですね、最高裁決定であります、報道機関が公務員に対し根気強く必要に説得ないし要請を続けることは、それが真に報道の目的から出たものであり、その手段方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会観念上是認されるものである限りは、実質的に違法性を欠き正当な業務行為であるとされておる、この最高裁決定からも明らかであると考えております。委員長、町村君。非常に明快になったかなと思います。今最高裁判決、例の西山事件、昭和53年の、最高裁判決で確定したもの、これが今日の資料を読んで、お配りをしてありますけれども、下の3行4行をご覧いただきますと、取材対象者の個人としての人格の尊厳を著しく蹂躙する等、法秩序全体の精神に照らし社会観念上是認することのできない対応のものである場合には、これは、正当な取材活動の範囲を逸脱し違法性を帯びると、こういうことで最高裁の判決が非常に明確に書いてあるとなと思います。西山事件ということを盛んに、例に出されますけれども、あの西山さんのやり方が今でも良かったんですかと逆に聞きたいし、あれは明らかにダメだということがこの最高裁の判決で私は明らかになったことが、今回法律にも明記を21条1項2項に
そのことが書かれるだろうとこう思っております。もう一点伺いますけれども、このもっぱら公益を図る目的のその出版あるいは報道ということが書いてありますけれども、例えばですね、例えばですけれども、テロリストが報道を装って団体を作って、そこの従事者として情報収集をするというケースも考えられるわけですよね。あるいはその個人のフリーランスが記者の取材行為をする、フリーランスジャーナリストなんだから、これは何やってもいいのかということがですね、聞かれると思いますけれども、これは何でもかんでもいいというわけではないと私は思うのでありますけれども、その点をクリアにご説明をいただきたい。鈴木審議官。お答えします。もっぱら公益を図る目的の意味でございますが、認められない場合でございますが、先ほど先生ご指摘のテロリストが報道機関と偽り、テロのために情報を収集しているような例外的な場合には、もっぱら公益を図る目的と言えない場合もあると考えます。また、個人のフリーランスにつきましては、報道の業務に従事する者とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることや、これに基づいて意見または見解を述べることを職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行うものを言うと定義されます。具体的には放送機関、新聞社、通信社、新聞社の記者に限られず、個人のフリーランスの記者もこれに含まれると考えております。はい、町村君。全く報道の業務に全く重視してない個人につきましては、これに含まれないと考えております。はい、町村君。あと若干情報公開法との関連等も伺いたいと思いますが、時間ですので終わります。どうもありがとうございました。どうも。次に大内義則君。委員長。大内君。公明党の大内でございます。特定秘密保護法案につきまして、お伺い、させていただきます。ちょっと時間がですね、この時間をいただきまして本当に、自民党の理事皆さん、ありがとうございます。まず私もですね、この特定秘密保護法案、公明党のプロジェクトチームの座長をさせていただきまして、集中的に13回、ヒアリング審査とやらさせていただきまして、そして政府また自民党の町村先生はじめ皆さんともいろいろと意見を交わさせていただきまして、この法案に相なったわけでございます。そういう中でですね、やはりこの特定秘密保護法案のこの必要性、これにつきましてですね、いろいろと今報道されているわけでございます。昨日も、総理が私の質問に対してですね、やはり今この情報漏洩に関する脅威が高まっている状況、そしてこの外国との情報共有が適切な情報保全を前提としていることに鑑みれば、情報保全法整備が喫緊の課題である。そして政府部内のその情報の共有の促進、あるいは防衛省のその秘密ですね、を外務省になかなか出せないというようなこともあったと思うんですね。そういうことも共有化が進む、そしてそれはやはり国家安全保障会議というものが、これがですね、中でこの非常に情報をしっかりと吸い上げて正しい判断をしていく、そのことが例えば紛争の未然防止でありますとか、そして我が国の国民の生命財産、そして国家の存立の危機をこれ回避することになるということで非常に大事だと思っているわけでございます。この1月のアルジェリア人質事件ございまして、町村先生からもありましたように39名が犠牲になり、日本人が10名犠牲になったと。やはりですね、私もやっぱり国民の生命、身体、国の存立に関わるこの情報というものをですね、しっかりと、インテリジェンスコミュニティですね、この他国とのあるいは国際機関との連携によって入手をしていく、そのためには同程度の
秘密保護措置が講じられなければならない。でないと、重要な情報は得られない、入手できない。そう、まあ、思っているわけでございます。で、今、我が国のですね、現行の秘密保護措置を見ますと、すでに、自衛隊法では防衛秘密が、MDA 法では特別防衛秘密が保護されている。国家公務員法の守秘義務もあると。さらに運用上、内閣情報室のカウンターインテリジェンスセンターが中心となって、各省庁で特別管理秘密が指定され、その取扱者に対する秘密取扱者適格性確認制度が行われていると。まあ、ですから、これで十分じゃないかと。こういう意見もあるわけでございますけれども、大臣にですね、改めてこの秘密保護法の必要性についてお伺いしたいと思います。委員長。森大臣。防衛秘密制度は自衛隊のものについて定められておりまして、また MDA 秘密保護法は米国から供与された装備品等を特別防衛秘密として保護するものでありまして、いずれもですね、防衛以外の安全保障に関する事項は定められておりません。また国家公務員法上の守秘義務については一般職の公務員を対象とするもので、特別職の公務員や契約業者には及んでおりません。したがって安全保障に関する事項であって、特に取得することが必要な情報の保護についてはですね、今の足りないところをですね、規定をしていく必要がありまして、本法案によって、必要な規定を定めた次第で、ございます。また現行のですね、特別管理秘密制度、カウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針に基づいて、各行政機関が作成した物的及び人的管理に関する規定により、運用されているものでして、これは各省の申し合わせ事項でございまして、法律に基づいているものではございませんし、政府全体の共通のルールとして秘密の保護を図るということでは、十分ではないと考えております。ですので、今回ですね、この法案を提案させていただいたという次第でございます。大口君。で、もう一点でありますけれども、これ日米連の清水先生なんかもご指摘をされているわけですが、この本法案は厳格な適正評価をですね、実施して業務上特定秘密を取り扱うものから、漏洩を防止していると。しかし最近の漏洩事案を見れば、いずれも秘密の取り扱い業務としていないものが漏洩していると。また現在では紙の資料に加えて膨大なデジタルデータが作成されており、これらの状況に対応した情報管理体制の整備こそ重要ではないかと。これをしっかりやるということがあれば、この秘密保護法はいらないんじゃないかと、こういう指摘もあるわけです。私その前半の情報管理体制の整備、これは、もっとしっかりやらなきゃいけないと思うんですが、大臣のご見解をお伺いしたいと思います。鈴木審議官。お答えします。はい、本法案におきましては、我が国の安全保障に関する情報のうち特に取得することが必要であるものの保護に関して必要な措置を盛り込んでおりまして、その中で先生ご指摘の情報管理体制の整備が行われるものと考えております。また高度通信ネットワーク社会の発展する中、各行政機関において膨大なデジタルデータが作成されておりまして、その漏洩の危険性を低下させるためにご指摘の情報管理体制の強化整備を政府においてさらに一層推進することが必要であると考えております。大内君。私 のプロジェクトチームですね、早稲田大学の大学院の半名幹雄教授からですね、お話をお伺いしました。そのアメリカのですね、アメリカ情報安全監視室 ISO によりますとですね、そのアメリカの2010年の国家安全保障機密化システムの年間予算は101億7000万ドルと、機密文書防護の民間委託費は12億5000万ドル、合わせて114億2000万ドルですね、1兆を超えるわけですね。そしてまた、機密指定責任者が2012年で2326人、膨大なですね、大規模な予算、そして人員をかけています。
またアメリカの場合ですね、9.11 の反省もあってですね、やはり情報の共有化ということを進めると。その結果ですね、コンフィデンシャル、それからシークレット、トップシークレット、あるいはその上、まあ、これにアクセスできる人は500万人ということになっている。非常にですね、そういう点では、コストがかかる、秘密を保持するというのはコストがかかるということは、これは確保しなきゃいけないと思うんです。まあ、ですから、むやみに指定するということはですね、これはいかがなものか。やはり、他国の状況もですね、勘案しながら、必要なものを、限定して指定していくと。そして、件数を適正なものとする必要が、私はあると、こう思うわけであります。そのあり方もですね、まあ、今回私も提案いたしました、この指定やその解除や更新と諸々の統一基準をですね、定めにあたっての有識者会議、ここでもですね、大に議論されていくべきじゃないかなと思いますが、これ大臣にお伺いしたいと思います。森大臣。委員のおっしゃる通りであるというふうに考えます。特定秘密は大臣との行政機関の長が法律の別表に限定された、限定列挙された事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏洩が我が国の安全保障に著しい支障を与える恐れがあるため、特に秘匿することが必要であるものを指定をすると、まあ、いうことになっておりますが、まあ、むやみに指定をすることを防いでいく、またコストの観点もございますので、まあ、他国の指定の状況も勘案しながらですね、この指定のあり方については有識者会議の場でしっかりと議論をされていくようにしたいと思っております。大口君。で、今回の法案の3条の2項にはですね、指定に関する記録指定書が作成されます。でそこに指定番号、指定年月日、情報の内容、該当する別表の号といった指定に関する事項がですね、記録されています。でこの指定書は何のために、まあ、作成をされるのかということが1点。そしてですね、この特定秘密そのものは公開できないといたしましても、この指定書がですね、まあ、国民の説明責任、あるいは特定秘密の申請の排除ということのために供することができないのか。そしてまたこの指定書というのは行政文書に当たるわけでありますから、情報公開請求の対象となるわけでございまして、まあ、そういう点では、その存在そのものが特定秘密に該当する場合等が、まあ、ある場合はともかくといたしまして、これを公開するということも大事ではないか、この2点、大事にお伺いしたいと思います。鈴木審議官。お答えします。特定秘密の指定をした場合、本法案第3条第2項によりまして、行政機関の長は指定に関する記録を作成するものとされております。これは先生ご指摘のような、指定番号、指定年月日、情報の内容、該当する別表の号といった指定に関する事項を記録するために作成するものであります。でこの記録につきましては、情報公開請求がございました場合につきましては、情報公開法に基づく不開示事由に該当する部分を除き開示されることになると考えております。はい、大口君。委員長。次にですね、今回の特定秘密につきましては、その情報公開法によって、まあ、インカメラ審査というのが、まあ、できるわけでございます。まあ、いわゆるインカメラ審査と特定秘密の関係についてお伺いしたいと思うんですが、この特定秘密の記載した行政文書について情報公開請求がなされた場合、通常、まあ、不開示情報に該当するとして、まあ、不開示決定がなされる可能性が高いわけですね。でこの不開示決定に対しては不服申し立てをすることができると。で申し立てがあった場合は行政機関の長から情報公開個人情報保護審査会に諮問されます。この審査会では必要があると認めるときは、当事者を立ち上がせずに対象文書を閲読できるインカメラ審査を行うことができるわけです。で特定秘密の恣意的なですね、指定に対するチェック機能を果たすという点ではですね、この審査会によるインカメラ審査というのはですね、その機能が、期待できると、こう思いますが、いかがでございましょうか。和光行政管理局長。お答えいたします。情報公開個人情報保護審査会は行政機関等からの諮問に応じ、
不開示決定等に係る不服申し立てにつき、不開示情報への該当性、あるいは開示不開示の判断の妥当性について調査審議を行う第三者機関であります。特定秘密に記載された行政文書につきましても、必要に応じインカメラ審理を行った上で、情報公開法第5条に規定する不開示情報に該当するかどうか審査することとなります。このように情報公開個人情報保護審査会が審査するのは、情報公開法に規定する不開示情報への該当性でありまして、不開示情報を構成する特定秘密の指定事態の適正性まで直接これは判断するものではありませんけれども、仮に特定秘密を含む情報が審査会において不開示情報に該当しないと判断されれば、秘密指定を解除して当該行政文書を開示することとなるというものでございますので、そのような意味では委員ご指摘のとおり、審査会による審査が特定秘密の指定の是非のチェックにつながる場合があるというふうに考えております。大口君。民主党の枝野議員、はじめお伺いしたいんです。前政権におきましてもですね、この情報開示法の改正を出されましたが、廃案になりました。で、今回同じものを出されるということでございます。で、私どももですね、情報開示を進めるということではですね、前向きに検討して、昨日もそういうことを私も発言させていただいたわけでございますけれども、これにつきましてね、この情報開示改正法案が平成23年ですね、民主党政権下で提出されたその法案、それと今回提出された法案は同じ内容だと、ここに、認識しております。で、当時の法案の立案にあたってですね、内閣官房が作成した逐条解説資料というのはね、ここにあるわけです。そして、この逐条解説資料につきましてはね、やはり、この いわゆるインカメラ審査というのは、この公開主義ということというか、例外の、口頭弁論規律外の証拠調べとなると。そうしますと、一つは、その、民事訴訟法の基本原則であります、双方信心主義。やはり、裁判の証拠に、その材料にあります、証拠につきましては、当事者が立ち会って、そして吟味し、弾劾をする。それを、証拠調べの結果として、裁判のその認定の基礎とすると。そして、そういう点では、当事者の立ち会い権という、非常にこれは極めてですね、基本的な権利だと。で、それを制限するという場合は、やはり最高裁の決定にありますように、当事者の同意が必要であると。こういうこと。そしてまた、この公開主義という憲法の要請があります。これにつきましては、この、弁論に、簡略に検出するという形でですね、民主党政権の時は江戸野先生もご苦労されて、こういう24条のこの条文を作り上げられたと、こういうふうに思っているわけでございます。で、この解説におきましては、このインカメラ審査の実施の同意をですね、被告、政府が拒否する場合に関してですね、国の重大な利益を害する場合に該当するかどうかの判断権は、被告、行政にあると。こういう解説になっているわけです。この点について総務省に確認いたします。加工局長、お答えいたします。平成23年当時の逐条解説資料の記述につきましては、委員ご指摘のとおりでございます。大口君。そういうことで、この判断権は被告行政の側にあると、いうことでございます。で、昨日の民主党さんの情報公開における趣旨説明におきましてはですね、このインカメラ審査を導入することとしていると。そしてこのインカメラ審査については、被告たる行政の側がこの行政文書を裁判所に提出し、または提示することに、国の防衛もしくは外交の利益または公共の安全と秩序の維持に重大な支障を及ぼす場合、その他国の重大な利益を害する場合であることを、この主張することで、同意を拒否することとされているわけですが、この点につきまして、枝野議員はですね、この、重大な、国の重大な利益を害する、この立証責任は政府にあると、ここにですね、説明をされたわけでございます。
ただですね、この立証責任という言葉はですね、判断権が裁判所にあることが前提となっていると考えます。でその場合に、被告の行政の側がですね、この立証責任があるとすれば主張を立証して、それがですね、主張立証できない場合は、裁判所の判断ですね、行政文書を提出させることになります。しかしですね、今、それこそ、総務省の確認がありましたように、国の重大な利益を害する場合であるかどうかという判断権は、被告である行政の側にあるわけでありますから、この行政の側から国の重大な利益を害する場合であると判断した場合、この裁判所はですね、判断したと裁判所に主張すれば、行政の側が国の重大な利益を害する場合であると判断したとですね、裁判所に主張すれば、裁判所は実質的に判断することなく、インカメラ審査を行われないということがですね、この解説書に書いてあるわけです。その点について、民主党の提案者にですね、この立証責任という言葉を使われたことについては、私は適当でないと考えますが、いかがでございましょうか。枝野君。ご指摘のうちですね、私どもの提案しました改正案で、インカメラについては、被告、行政側の同意が必要であり、ただ、同意を拒否する場合の要件を厳しく限定をしております。ただその判断権は行政側にあるというのは、私どもが与党当時に総務省が作った解説書の通りでありますが、単に政府が、これは、実は重大な利益を害するということでいつも言ってしまいますと間違えまして、重大な利益を害することが何がなので、公開することがではなくて裁判官にだけ見せることであっても、それでも重大な利益を害することになるというようなことについて、単に主張するだけではこれは法を守るべき行政機関としては許されない、つまりそれが本当に裁判官に見せることで重大な利益を害することになるのかということを、説得力を持って説明をしなければなりませんし、でその説明について、それを裏付ける証拠等があれば、あまり具体的なことを申し上げるべきではないのかもしれませんが、この条項に当てはまるケースがあり得るとすれば、裁判官にだけインカメラで見せて、それでいわゆる情報漏洩のような形で国の重大な利害が害される恐れというのは普通はありませんから、他国との間で特定の手続きを経た人以外には見せないという約束、しかもその約束自体も合理的な約束に基づいて提供を受けたものであるというようなことが説明されたケースぐらいしか当てはまらないと思います。その場合にはその合意自体については当然公表できる合意だというふうに思いますので、その外交上の合意文書があれば、そうしたものはしっかりと証明をしていただきたいという意味では、自分たちの主張を裏付ける立証をしていただかなければならないという意味で立証責任があるというふうに申し上げました。一般的に立証責任があれば、立証責任を果たさなければ反対側に有利な決定がなされるという意味と捉えられるとすれば、そういう意味ではございませんが、もしそれがなされずに単に嫌だ嫌だと言ってるだけであれば、インカメラを入れるかどうかという手続き自体は公開のものでありますし、十分な説得力なく、インカメラに同意しなかったということで判決に至れば、そのこと自体が当然判決に影響を与えるし、また判決文の中にそのことについての裁判所の判断示されるだろうと思いますので、そのことによって説得力ある、あるいは証明できるものがあるにもかかわらずその証明もしないということで拒否するということは許されないということになると考えています。小口君。枝野議員も法律家でございますから、立証責任というにですね、この法律用語として使われているものと今おっしゃったことは違うと思いますが、その点どうですか。枝野君。ここでせっかく好意的に我が法案を受け止めていただいている先生と論争をする必要はないと思っていますので、立証責任、多義的な言葉だと思いますが、もし法律的の協議の立証責任と受け止められるとしたら、それは今私が申し上げたような趣旨ですので、そういうふうに受け止めていただければと思います。はい、
大口君、立証責任という使い方は法律家としてはですね、これは避けていただきたいの正しい用語を使っていただきたいとここに思っているところでございます。それでですね、そういう場合、行政はこれは特定秘密をですね、これを、それは漏洩が我が国の安全に、著しい支障を与える恐れがあるため、特に秘匿することが必要である情報であると判断してですね、特定秘密を含む行政文書について国の重大な 利益を害する場合に該当するとして、インカメラ申請の同意を拒否すると思われるわけであります。この解説書におきましてもですね、最終的には判断権は被告にありますものですから、被告が同意を拒む場合には裁判所もこれをそのまま受容するほかないと、こうに書いてあるわけであります。ですから、もちろんですね、この規定が全くその特定秘密との関係でですね、意義がないとは私は申しません。ですが、この被告である行政がですね、これは重大な利害に、利益を害すると、国の重大な利益を害すると、こういうふうに、主張し、同意を拒んだ場合はですね、裁判所としても致し方ないとこう思うわけですが、いかがでございましょうか。簡潔にお願いします。枝野君。実際にこの法律が運用されて訴訟になったケースを想定していただければと思うんですが、当然まず行政側の主張で、これは一般に公開するといろいろ重大な支障が生じるということが証明されれば、もうインカメラとかする以前の問題として、被告勝訴、判決が出るわけであります。で、一方でこれは明らかに隠してるのはおかしい、こんなもん特定秘密に指定してはないでしょうか、こんなもん隠すのおかしいということがはっきりしているものであれば、それはインカメラやることなくですね、公開しろという判決が出るわけであります。そうしたことの中で、これは裁判官としてもどちらなのか、両者の主張立証を見ても判断に迷うケース、それについて、さあ裁判官がインカメラをやりたい、当事者の申し立てによってインカメラをやりたいということに対して、被告の側が十分な説得力なく、裁判官にすら見せられないだということを徹底して抗弁しですね、それに対して当然求釈明とかなされると思いますので、そうしたことにも十分に答えられず、つまり、拒否自由があるということについて十分な説得力ある説明できなければ、これは一般論としてあまり言い切れるものではありませんけれども、これは本来隠さなければならない、秘密にしなければならないものを守っているのではなくて、そうではない事情があるのではないかという相当高い推定が働きますので、最終的な判決に大きな影響を与えるというふうに私は思っています。大口君。総新人主義という原則ともありまして、この、当事者の同意というものをですね、やっぱり最高裁もですね、これを一番重要視しているということもございます。今ご提問いただいたことも含めて、私どもはまたこの24条条項につきましては、私は前向きにですね、考えておるところでございますけれども、正確なやっぱり、法律の議論をしていきたいとこうに思っています。では結構です。ありがとうございました。次にですね、この4条の3項でございます。ここにやむを得ないものの意味ということで、30年超 の原則指定解除についてお伺いします。指定の更新についてですね、延長の結果、指定の有効期間が30年を超える場合ですね、昨日も総理からどういう場合なのかということにつきましてですね、指定を解除すれば相手国が対抗措置を講ずる恐れがある場合ということを例に挙げていただきました。これも一つの例だと思います。またですね、今町村先生からもある国の情報源の方のそこは明らかにすると、その方の生命に影響を及ぼすということですから、その情報源を守るということも必要だと思います。とうとうあるわけでございますが、しかしそれは極めてレアケースであると。基本的には原則30年経過すれば指定が解除され、公文書管理法の適用を受けてですね、これは国立公文書館に移り、
そして、まあ、いろいろな秘密の程度によると思います。アメリカの75年超という場合もありますから、まあ、それは考慮しなきゃいけないとしましても、公文書管理法の適用を受けてですね、行くというふうに考えておりますが、大臣のご答弁をお願いします。森大臣。委員ご指摘のとおりですね、まあ、5年でずっと延々行ってしまうんじゃないかというようなご指摯もね、受けておりまして、まあ、5年ごとももちろん原則そこで満了するわけでございますが、さらに30年の時にはもう原則ここで、有効期間は終わるという原則を置きました。その基本的考えのもと、それを延長したい場合には内閣の承認を要することとしております。ですので、30年で延長しない場合にはですね、もちろん公文書管理法の適用を受けていくということになります。大口君。で、まあ、それでその指定期間が、まあ、5年以内と、まあ、いうことなんですがね、まあ、3年で済むものもあると思うんですね。ただ秘密の種類によってですね、ある程度の基準を、まあ、示していただいた方が私はいいと思うんです。このあたりも、まあ、有識者会議で検討していただくなと思いますが、大臣のご見解をお伺いします。森大臣。はい、5年以内でございますので、何でもかんでも5年ということではなく、その事柄の性質に応じてですね、4年もあれば3年もあれば様々なことがあると思いますので、それについてはですね、有識者会議の中でしっかりと運用基準を定めてまいりたいと思います。大口君。次に国会との関係をお伺いしたいと思います。まあ、国会に対する、まあ、特定秘密の提供は法第10条1項1号2において、国会に対する特定秘密の提供を、まあ、認めるということになっているんですが、その条件がですね、特定秘密を利用し、または知る者がこれを保護するために必要なものとして政令で定める措置を講じ、かつ行政機関の長が我が国の安全保障に著しい支障を及ぼす恐れがないと認めたときに、まあ、限定しているわけですね。これは他の機関への提供に比較してですね、厳しい要件ではないかと。なぜこのような厳しい要件を課すのかと、国会は国権の最高機関ではないかと、こういう疑問がありますが、それについていかがでございましょうか。森大臣。言うまでもなく、国会は国権の最高機関でございます。他の機関に対してはですね、提供ではなく提示となっておりまして、また持ち帰ります。国会にですね、秘密会に対してはですね、提供でございまして、まあ、そのまま置いていきます。そこでその置いていった特定秘密をどのように保護するのか、その保護措置はですね、これは講じていただきたいというふうに思っております。ただどのように具体的にその文書をですね、まあ、管理して保護していくのかということについては、国会のご判断に任せたいと思っております。大口君。この件、昨日安倍総理もですね、答弁していただいています。本法案が実施されれば、国会の求めに応じ、特定秘密を提供することは可能となると。これまで行政から国会に提供されてきた情報が提供されなくなることはないと、こう答弁をされています。まあ、現在提出されていない秘密についてですね、本法案の施行後、国会の保護措置が講じられればですね、提出できる場合も、これまでは提出できなかったものが、これからは提出できる場合があるのでしょうか。その場合の保護措置が講じられてもなお、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼす恐れがあるとして提出できない場合もあるのでしょうか。保護措置のレベルと我が国の安全に著しい支障を及ぼす恐れとの相関関係ですね、についてお伺いしたいと思います。鈴木審議官。お答えします。本法案におきましては、一定の条件のもと国会に特定秘密を提供することができる仕組みを盛り込まれておりますが、本法案が施行され国会におきまして特定秘密を保護するために必要な措置が講じられましたならば、国家の重大な利益に悪影響を及ぼすものでないとして国会法104条3項に基づく声明を出すことなく、国会のお求めに応じまして秘密会に特定秘密を提供することが可能となります。また
保護措置が講じられている場合に、通常我が国の安全保障に著しい支障を及ぼす恐れはないものと考えられますが、例えば外国から第三者への提供を制限することを前提に提供を受けた情報につきましては、なお我が国の安全保障に著しい支障を及ぼす恐れがあるとして提出できない場合が例外的にあり得るものと考えております。大口君。ところですね、この知得者の範囲の問題なんですが、我々が例えば秘密会でですね、国会議員が、その委員会の委員がですね、その特定秘密の情報を入手したと、知ることになったと、それを、その例えば我が党の代表幹事長、政調会長、国対委員長と相談して、いろいろと方針を決めなきゃいけない。しかしそれがですね、知得者による特定秘密の漏洩にとして罰せられるとですね、これは非常に国会の運営上ですね、政党の政策決定に悪い影響を及ぼすことになるんですね。このようなことについてですね、やはりその保護措置をどうするかということなんですが、これはやっぱり国会が事実権に基づいて決めるべきだと、こうに考えますが、いかがでございましょうか。鈴木審議官。お答えいたします。国会の秘密会に特定秘密を提供する場合、国会において所要の保護措置が講じられていることが必要でございますが、特定秘密を利用し、または知る者の範囲をどのように制限するかを含めまして、具体的にどのような保護措置を講ずるかにつきましては、特定秘密の提供を受ける国会において検討されるものと考えております。はい、大口君。で、これは適正評価についてお伺いしたいんですが、今適正評価について、秘密取扱者適正確認制度によりますと、適正を認められた各省庁の職員のが約6万4000人と聞いております。これに都道府県警の職員、あるいは適用事業者の職員を加えると、相当の数となりますが、大体どれぐらいの規模、数になるのかをお伺いしたいのが一点でございます。それからですね、そういう点では大変多くの対象者になるわけです。それを2年間でやるということなんですが、やはり質問票をですね、しっかりと出して、で、質問票ベースで、きちっとですね、やっていくということが大事だと思います。で、現行の、秘密取扱い適正、取扱者適正確認制度では、この質問票が公表されてないんですがね。今回やっぱり公表をすることによって、手続きの公平さを、公正性を担保するというのが大事だと思いますが、いかがでございましょうか。鈴木審議官。お答えいたします。適正評価の評価対象者の数につきましては、委員今ご指摘のように、現在の秘密取扱い者適格性確認制度における対象者が6万4500人であることに加えまして、都道府県警察の職員もいや適合事業者の職員も含まれるものでございますので、相当数の職員が対象となることが見込まれますが、現時点においては確たる数を申し上げることは困難でございます。また適正評価に実施するにあたりましては、調査対象者本人の同意を得た上で、まず評価対象者に調査事項が記載された質問票を提出させ、その内容について必要な範囲内において公務所または公私の団体への照会等も含めた調査を実施することを考えております。大口君。次にですね、21条の件でお伺いしたいと思います。出版または報道の業務に従事する者の意味なんですが、これにつきましては、岡田副大臣が不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として事実として知らせることや、これに基づいて意見または見解を述べることを職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行うものと、こういうことで、具体的には放送機関、新聞社、通信社、雑誌社の記者に限らず、個人のフリーランスもの記者もこれに含まれると、こういう説明があるわけです。この規定に関しましてですね、ちょっと一部報道で政党や各種団体が発行する機関紙による取材行為が含まれるかどうかということでございますが、それは当然ですね、この21条2項のですね、出版または報道の業務に従事するものに含まれると
こういうふうに考えております。で、2点目にですね、もっぱら公益を図る目的の意味ということでありますけれども、まあ、これにつきましては、その、出版報道を伴う、まあ、取材行為であれば、これは当然、もっぱら公益を図る目的というふうに推認できると、こう考えています。この2点お伺いします。委員長。森大臣。はい。1点目でございますけれども、委員ご指摘の通りで、ございます。まあ、一部報道でそういう報道があったことは承知しておりますけれども、まあ、機関紙による取材行為もですね、まあ、広く、まあ、不特定、多数の方にですね、客観事実を事実として、まあ、知らせるものでございますので、これは報道等に該当するものと原則として考えております。それからもっぱら公益を図る目的についても、まあ、ご指摘の通りでございまして、もう本当に、例外的にですね、テロリストが報道機関と偽ってテロのために情報を収集している場合などの例外的な場合のみでありましてですね、まあ、もっぱら公益を図る目的というふうに、まあ、通常の場合はですね、当たるというふうに考えられます。小口君。まあ、次にですね、法案の21条の第2項では、まあ、公明党が、まあ、主張させていただきまして、まあ、この盛り込まさせていただいたわけでございます。で、これは、まあ、外務省機密漏洩事件の最高裁判決の判例法理、これをまあ条文化したわけでございます。こういう文言を私ども提案させていただいたわけです。取材行為の罰則の対象となるのは、法令違反または著しく不当な方法によるものと認められる場合に限っており、この著しく不当とは、相手がですね、心理的に拒めない状態に陥らせる、その状態を利用するなどですね、取材対象者の人格、人権を蹂躙するような取材行為が行われた場合に、それに当たると、こうに考えておりますが、この点どうかが1点でございます。そして、正当な業務による行為とするものとするという意味でございますけれども、これは昨日も本会議で安倍総理はおっしゃっていただきました、答弁していただきました。報道機関による通常の取材行為は処罰対象となるものではありませんと、こう答弁を、まあ、されたわけであります。で、この処罰対象となるものではないというのはですね、これは記者とか報道機関に対しですね、任意、強制、いずれの捜査も行われないと、こういう、まあ、意味と私は理解しております。この点大臣にお伺いしたいと思います。アメリカでもですね、オバマ政権になってからメディアに情報漏洩を行った公務員に対するスパイ防止法の適用件数がですね、6件と、まあ、増加しているわけです。まあ、そういう点で、まあ、日本でもですね、取材相手の公務員が特定秘密を漏洩したとして、まあ、逮捕されたりですね、捜査の対象となった場合に、この場合、まあ、正犯がですね、こういう形で、まあ、捜査の対象になったり強制捜査の対象になったりした場合、例えば証拠の収集のためですね、この取材者の職場である、報道機関のオフィスや、あるいはその自宅を捜索する、捜査の対象とすると、捜査の手が及ぶということはないと、こういうふうに私は返しておりますけれども、いかがでございましょうか。鈴木審議官。お答えします。著しく不当な方法につきましては、先生ご指摘のとおり、取材対象者の個人としての人格を著しく蹂躙するような対応のものがこれに当たるものと考えております。また漏洩事件が生じた場合の捜査の対象の話でございますが、通常の取材行為は正当業務行為として処罰対象となるものでございませんが、特定秘密の漏洩を行った公務員本人は本法案の処罰対象となり得ます。この場合行われる捜査につきましては、あくまでも個別具体の事例に即して判断する必要がありますので、一概にお答えすることはでき、困難であると考えております。しかしながら、捜査機関においても本法案に規定するとおり、報道または取材の自由に十分に配慮がなされているものと考えておりまして、過去の中国潜水艦の防衛秘密の漏洩事件におきましても、取材提供を受けた報道関係者には取り調べられたということはございません。はい、
大口君。あ、委員長。大臣、今のね、答弁でございますけれども、やはり、法令違反でない、また、著しく不当な方法でない、そういう場合については、正当業務行為だということですから、これ、報道機関のオフィスにですね、ガサ入れが入るというのことになりますと、これは著しいですね、私は、取材の自由の侵害になると思います。ですから、これはですね、大臣、その捜査の対象にならないということを明言していただきたいと思います。森大臣。委員ご指摘のとおりですね、国民の知る権利に資する報道、取材の自由をですね、しっかり尊重してまいるということを条文にも規定したわけでございますので、まあ、報道機関のですね、オフィス等にガサ入れが入るというようなことはないというふうにお答えをいたします。委員長、大口君。まあ、ガサ入れということでね、きっと、捜索差し押さえということでございますけれども、業界用語で申し訳ございませんが、今、明快にですね、森大臣にですね、お答えいただきました、まあ、さすが法律家でございますので、非常に、今の答弁はですね、重い。そしてまた捜査機関は肝に銘じてですね、今の森大臣のですね、この答弁というものをですね、これは内閣の方針でございますので、しっかりとこれは遵守すべきだと、こういうふうに考えます。以上をもちまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。次に、岩谷武史君。はい、委員長。岩谷君。自民党の岩谷武史です。大臣どうもお疲れ様です。また民主党提出者の皆さんよろしくお願い申し上げます。昨日の本会議で、NSC 法案が可決をいたしました。ここに至るまでのですね、党委員会の各党の皆様の真摯な議論に対しまして私は心から敬意を表したいというふうに思います。また昨日の本会議でのご党委員のご発言には私は非常に感銘を受けました。心から敬意を表したいと思います。私はですね初当選直後から政治改革の運動に没頭いたしました。で目標はですねやっぱり政権交代が可能な緊張感のある政治構造に変えなければですね、まあ、本当に大事な問題に向き合っていけないとそして解決をしていけないということを思って当時一生懸命政治改革の運動をやりました。まあ、あれから約20年近くが経ちました。2度の本格的な政権交代が起こりました。民主党さんという政党ができて政権も担っていただきました。で私はそういうことの成果がですね、今出てきているというふうに思うんですね。まあ、自民党も3年間の野党を経験しましたがこれは自民党再生にとって必要な時間だったと思います。この間ほとんどの政党が政権を経験するということになりました。これは日本政治の大きな財産だと思うんですね。でその財産の上に立ってやっぱり、様々な議論が真摯に戦わされて、そしてやっぱり、答えが出ていくということが大事なんだと思います。で私はNSC の法案の審議の経過そして結果というのを見たときにその政権交代の成果というものを強く感じました。特に安全保障の問題はですね与野党が垣根を乗り越えて共通の基盤に立って議論ができなければいけないと思います。 NSC についても民主党政権時代のお取り組みもあったからこそですね、合意に至ることができたとこう思うわけでありまして、今日から始まったこの委員会での特定秘密保護法の議論に関してもですねやっぱり、その共通の認識基盤の上に立ってですね真摯な議論を行ってやっぱり何かしらの答えをしっかり出していくとそういう気持ちで、これから議論をさせていただきたいと思っているところです。で器はできました。
ここに中身を入れていかなければいけません。中身とは何か、それは情報でございます。で、入った中身が漏れないようにしなければなりません。で、そのための立法がですね、この特定秘密保護法だと私は考えて、おるのでありますが、大臣のご所見を受けたまりたいと思います。森大臣。はい、NSC ができて、その目的に沿うように、しっかりと運用がなされなければならないと思っております。そして、秘密保全に関する法制を整備することも、喫緊の課題であると認識しておりますが、ご指摘のとおり、秘密保全に関する法制が整備されますと、外国との情報共有がより円滑に進むこと、そして政府部内での情報共有が促進されるという効果が期待をされます。そしてそれが漏洩をされないということもしっかり規定をされているわけでございますので、新たに設置される予定のこの国家安全保障会議の審議がより効果的になされるものと考えております。委員長。岩屋君。おっしゃる通りだと思います。ただですね、この間どうも報道等を見ておりますとね、非常に、国民の皆さんの中にまだいろんなご懸念があるということも、事実だと思います。したがって、我々はこれからの議論を通じて、また説明を通じてですね、そのご懸念を晴らすように努力をしていかなければいけないと思っています。ちょっとですね、過敏になりすぎてるのかなっていう感じがするんですね。で、今までもその防衛機密なり外交機密なり、政府が守るべき機密っていうものは あって、しかもそれがありながら国会でできるだけ活発な議論ができるようにみんなが努力してきたわけでございます。で、特に重要なのはですね、対外情報というか入手した情報が漏れないという体制を作ることが、 NSC という装置を作った以上はですね、今まで以上に大事になるんだと、そのためにこういう立法が必要なんだということなんだと私は思います。同盟国の米国ですらですね、日本に情報を提供するということについては非常に心配をしているというような状況なわけですから、そういうことがないようにきちんと手当てをしようということなんだと思うんですね。だから何て言いますか、戦前に回帰するんだとか、戦争準備なのだとかですね、第二の治安維持法なんだなどというなんか空想みたいな話に基づいて、この議論は進められるべきではないと私は思っているところです。そこで今の状態が大体どうなっているのかという話をですね、政府に説明してほしいんですね。今の外交機密、防衛機密は、自衛隊法の96条に規定があり、またアメリカとの間のものはですね、また特別な法律があるということになってきているわけですが、これはさっきも説明がありましたカウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針、この内閣総理大臣決定に基づいて各省がバラバラに決めてきたと、これが今の風景であるというふうに考えてよろしいですか。鈴木審議官。お答えします。各行政機関におきましては、カウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針に基づきまして、物的人的管理等に関する規定等を作成し、平成21年4月から実施しているところでございます。岩井君。だからこのカウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針とは一体何なのかと、内閣総理大臣決定というのは一体何なのかということですよね。実は非常にこの情報に関する我が国の制度の基盤はしっかりあるのかないのかよくわからないと、脆弱なものだったということを我々認識をしなければいけないのではないかなと思います。バラバラの設計でですね、バラバラに家が建っていて基盤が脆弱だったということを今回の立法によってですね、しっかりしたものに作り直していくのだと、
統一したルール、統一した基準というものを作り上げていくんだというための立法だということも言えると思うんですけれども、大臣いかがでしょうか。森大臣。まあ、おっしゃる通りですね、この基本方針に基づいて、あとは各省でバラバラに決められているわけでございまして、政府全体に共通するルール、明確なルールというものはございませんでした。しかもそれはその省庁間のですね、申し合わせ事項に、まあ、過ぎませんで、法律で定められた、法定されたものではないんですね。ですので、それをきちっと特定秘密に限っては政府内で共通するルールで法定していこうというものでございます。委員長。岩井君。そういう意義が今回の立法には私はあると思うんですね。これもぜひ国民の皆さんにご理解をいただいておきたいことの一つでございます。で、国民の皆さんのご懸念というのはこう大きく分けて、まあ、4つぐらいに分類されると思うんですね。一つは秘密指定がそもそも適切になされるのかと、恣意的に役所の都合で勝手に決められることはないのかということですね。2番目はその取り扱う人の適正調査の方法というのは果たして今考えられている方法が適切なんですかと、これが2番目ですね。3番目には、特定秘密の解除あるいは公開ということが適切にされる仕組みが整っていますかと、4番目にはこれは国民の知る権利にも深く関わる取材報道の自由というものは確保されているかどうかと、大きく分けると、この4つではないかなというふうに思います。そして我々もこの観点に沿ってですね、我が党の場合は町村 PT でですね、しっかりと議論をさせていただいたつもりです。私もメンバーの一人でございました。でそれぞれに、結果としてかなり、配慮をされたものになっているというふうに、思っているところです。で特に重要な点はですね、私は PT の中でも強く主張してまいりましたが、国民の皆さんもですね、特定秘密みたいなものはやっぱり必要なんだろうなと、だけどそれはすぐ知らせろなんて言わないよと、だから将来は分かるんでしょうねと、それに基づいて、過去の政策決定を検証できる権利は国民に残っているんでしょうねと、これが国民の皆さんの願いというか思いということだと思いますので、国民が後に知る権利が担保されているかどうかが大事だということを言い続けてまいりました。でその結果導入されたのが、まあ、30年という規定でございます。最初なかったんですよね。5年ごとに更新してなんか無限更新みたいな話だったんで、それはダメだとおいうことを私のみならず自民党の中で、激しく言ってこの規定が設けられました。でこれはですね、私は基本的に30年公開原則だとこう申し上げたいと思っているんですが、それでよろしゅうございますか。鈴木新官。お答えいたします。指定期間の 有効期間につきましては原則30年という考え方のもとで、この内閣の承認制度を設けているところでございます。委員長。岩井君。もうちょっと大きい声でしっかりそこは答えて欲しかったなと、せっかく聞いてんのにねえと思ったんですけれども、まあ30年というのはですね、私は適切なことではないか、もちろん解除してもいいというやつはですね、そこに至らずともですね、5年で解除されるものもあるし、10年で解除されるものも当然大臣の判断で出てくるわけですが、まあ米国ではご案内のとおり、こう大統領令でですね、25年、50年、75年、75年以上なんていう区分けをしているということを考えればですね、30年経ったらですね、さらに更新しようと思ったときに、内閣全体でこれを承認しなければならないという、まあ、重たいですね、重たいというか高いハードルを置いたというのは、私は、大きな前進だったと思っているところです。そこでですね、国民の知る権利、
後に検証する権利を確保するためには、じゃあ具体的にどういう方法があるかということでございますが、これはまあ、5つぐらいの方法があると私は思うんですね。まずは法文上で、しっかり措置できるものは措置をすると。それは別表において、類型をしっかり明示をするということ、それから有識者によってですね、統一した基準を明確にするということを並びに、今申し上げた30年原則、さらには法文の中での、知る権利、報道の自由の確保ということをしっかりと書き込むことなどでございます。それから2番目にはですね、まあ、情報公開法と の接続ですね。これは、まあ、情報公開審査会への特定秘密の提供ということで、きちんと接続をされているわけでございます。で、3番目には公文書管理法上での措置ですね。で、これは当然解除されたものは、公文書管理法にのっとって、対応がなされるということで、きちんと接続をされています。で、4番目は我々立法府国会への接続ですね。まあ、これも法文上にきちんと規定がございまして、秘密会へ特定秘密を提供することができるようになっております。まあ、5番目に、こう、司法上の措置というか、司法への接続ですね。で、これはさっきも大口先生から詳しくお話がありましたように、まあ、刑事民事裁判での、インカメラ審査の導入ということで、接続がなされております。まあ、それぞれですね、今回の法案において、対応が私はなされているというふうに考えておりますけれども、この点について、政府の見解をもう一度きちんとここで聞かせていただきたいと思います。鈴木新官。お答えいたします。特定秘密は法律の別表に限定列挙された事項に該当するものに限りまして、大臣等の行政機関の長が指定するものであり、かつその指定は外部の有識者の意見を反映させた基準に基づいて行われることになっております。また本法案におきましては、特定秘密の指定の際に5年の以内の有効期間を定めることとなっておりまして、それに加えまして、特定秘密の指定の有効期間がは30年が原則であるとの基本的考え方のもと、30年を超える有効期間の延長の際には内閣の承認を必要とすることとしております。次に、特定秘密が記録された文書につきましても、当然に情報公開法が適用され、不開示決定について不服申し立てがなされた場合には、情報公開個人情報保護審査会がいわゆるインカメラ審査を行う場合には、特定秘密を提供できる旨の規定を設けているところでございます。また国立公文書館等への移管につきましても、他の行政文書と同様に公文書管理法が適用され、保存期間が満了した歴史公文書等は国立公文書館等に移管されることとなっております。さらに本法案におきましては、一定の条件のもと国会に特定秘密を提供することができる仕組みが盛り込まれておりまして、本法案が施行されれば、国会の求めに応じまして秘密会に特定秘密を提供することが可能となります。さらに司法との関係につきましては、裁判所の刑事民事のいわゆるインカメラ審査に対しまして、特定秘密を提供できる旨の規定を本法案に置いているところでございます。これらの制度が有機的に機能することによりまして、国民の知る権利に十分に配慮した運用が確保されるものと考えているところでございます。委員長、岩井君。その通りにですね、大体出来上がっていると私どもも思っております。まあ、しかし、それでもまだご懸念があるし、国民の皆さんの間に懸念もあるでしょうし、野党の皆さんのご意見もありましょうから、そういうものもしっかり聞かせていただいてですね、より充実したものにできればなと思っております。で、今の中でですね、ちょっとなんて言いますか、不安が残っているのは国会との接続だと私は思っているんですね。つまり受け取る側の国会の体制がですね、整っているとは言い難い状況にあると。で、これは大口先生おっしゃったように、また政府がさっき答弁したように、それは国会が決めることです。国会が決めることですが、
法文の中で国会に特定秘密を提供するということを予定して法案を作った以上はですね、この政府の側としてですよ、言いにくいかもしれませんが、立法府側にどのような仕組み作りを期待をしているのか、もし話すことができれば答えていただきたいと思います。委員長。はい、森大臣。はい、三権分立でありますから、また国会は国権の最高機関でありますから、しっかりそこを確保しながらですね、秘密会に提供する場合にはですね、その知得者の範囲を決めてくださいよ。つまり、誰が知るんですかということを国会が決めてくださいと、いうこと。それから、当該業務以外に、つまり目的外の使用、特定秘密が業務以外に利用されたり使用されたりしないようにしてくださいよということはお願いをしたいと思っております。ただそれを具体的にどのような形で定めていくのか、これは国会において検討されるものというふうに考えております。岩井君。委員長。そこまでしか政府としてはですね、言えないだろうと思います。だからこれ国会でですね、皆さんやらなきゃいけないと思うんですよね。今さまざまな国会改革の議論してますけれども、やっぱり、この特定秘密というものを提供してもらって審議をすることもあり得るというその前提に立ってですね、じゃあどういう仕組みを作っていったらいいかというのはやっぱりある意味国会改革の一環としてですね、きちんと我々が主体的にですね、やっていかねばならないことだと思います。ただ国会審議のイメージっていうのはですね、なんか何十万件にも及ぶ特定秘密の指定の是非をですね、国会において議論をするということではなくてですね、例えば安全保障上極めて重要な事態が起こったと、これは国会においても特定秘密を提供してもらわないことには本当に真相に迫る審議ができないというような場合に、秘密の提供を受けて秘密会において審議をするとかですね、それから情報を集めるのにはお金がかかるという話もさっきありましたが、その各国もですね、大体情報委員会みたいな秘密会を国会の中に持ってます。で、何やってるかというと、その情報機関が使ってるその予算でありますとかですね、我が方でいうと機密費 などになるんでしょう。で、こんなものは公開してなかなか議論ができない、そこで秘密会において、しかし国会立法府は政府が使ってる情報予算についてもしっかり見るところがあるんだというような秘密会の作り方をしている、委員会の作り方をしているところがありますので、そういうことも含めてですね、これからしっかり国会において改革案を作っていくべきだと思います。さて、民主党の提出者にお伺いしたいと思います。まず真摯にこういう案を提出していただいたことに敬意を表したいというふうに思います。で、その上で、最初にお聞きしたいのは、今日私冒頭からルールいろんなことを申し上げましたが、 NSC というものを立ち上げた以上、何かしらの形の情報保全のための立法が必要だという認識は御党とも共有させていただいていると、こういうふうに考えてよろしいですか。枝野君。情報保護のあり方についてさまざま検討して場合によっては見直さなければならないだろうということの必要性については、私ども政権与党の時、まさに私の下で、情報保護のあり方に関する、会議を設けまして議論をいたしましたので、その点については共有していると思っておりますが、果たして新規立法が必要なのかどうか、あるいはその新規立法がどういう中身であるのかということについては、これは実は当時の政府の有識者会議でのご議論でも、立法した場合にはですね、運用を誤ると、知る権利や取材の自由などに重大な影響を及ぼす恐れがあるという指摘も受けておりまして、そうした点を含めてですね、慎重な検討をしている途中であるというのが現状でございます。委員長。岩井君。
政府提出の法案に対する態度はですね、まだ御党もお決めになってないと思うんですが、基本的には情報保護のための立法と、それでもおそらく足らないものがあるだろうから、今度お出しになった情報公開法の改正案、これはセットでなければいけないから、こういう提案をなされていると、こう理解していいですか。枝野君。私どもの情報公開制度に対しての考え方は、この特定秘密の保護のあり方についての議論以外にかかわらず、これまでの情報公開法の運用等を踏まえてですね、さらに充実させなければならないという考え方のもとで、与党時代にも今回と同じ趣旨のですね、法案を政府として提出をいたしました。で、その上で今回、秘密保護についての法案が現在の内閣から提出されまして、こうしたことを議論をするにあたっては、情報公開制度をさらに充実させるということが少なくとも同時に進まなければバランスを欠くことになると、知る権利や取材報道の自由との関係で、さまざまな危惧を払拭することはできないということで、私ども一旦廃案になった法案をもう一度提出をさせていただいたということでありますので、昨日本会議での答弁でも申し上げましたが、セットということの意味は、情報公開制度が改善されることが必要条件である、情報保護についてのさまざまな制度改革を行うにあたっての必要条件であると考えておりますが、十分条件であるとは考えておりません。そうした意味ではセットであると言えるのか言えないのかというのは、まさにセットの定義によるのかなと思っております。委員長、岩井君。最後はなんかあやふやでしたよね。しつこいようですけれども、その認識をちゃんとお聞きしておきたいんですよね。今枝野さん同時に進めなければならないとおっしゃいました。で、まさにこの2つの法案を我々同時に今審議しているわけでありますが、政府提出の法案に対するその賛否を今聞いているんじゃなくて、やっぱり特定、秘密保護法制的なやっぱり情報保全のしっかりした仕組みは必要だと。しかしそれでも足らざる分については情報公開法を改正して、もっと充実したものにしなければいけないと、こういう考え方でよろしいですか。枝野君。あえて申し訳ない、逆です。情報公開法は改正をしなければ国民の知る権利を十分に担保するという意味から、従来のものは、2001年施行だったと思いますが、その当時の状況としては大変画期的ないいものが作られたと思っていますが、その後の状況、運用状況などを踏まえれば、これは相当改善をしなければならないということが前提としてまず存在します。その情報公開がしっかりとなされていくということを前提にする中で、秘密保護についてのあり方が現状でいいのかどうかということについては慎重な検討が必要であろうということなので、まさにそれについての法案が出てますから、本来であれば先行して少なくとも同時にご議論をいただきたいということで申し上げてきているということです。委員長。岩井君。これ何かやっても同じことの繰り返しになると思うんで、じゃあその提出された、法案、民主党さんの法案、ざっと私拝見しましたが、ちょっといくつか懸念がありますんで、聞いていきますね。簡潔に答えていただきたいと思います。まず安全情報の不開示要件を相当の理由というところから十分な理由というふうに変更されておられますが、私はこのことによって不開示の判断基準に特段こう変更が生じることはないのではないかと、法的な効果にあまり変わりないんじゃないかなとこう思うんですが、いかがですか。後藤祐一君。お答え申し上げます。まず先ほど温かいお言葉をいただいたことに改めて感謝を申し上げたいと思います。今の国の安全、公共の安全等に関する不開示情報の規定は大変特殊性が高いということから、恐れがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報という形で、行政機関の長の第一義的判断権を尊重する規定となっております。ただそのためにですね、現行の運用において本来他の不開示理由、情報公開法5条に定める他の理由を適用すべきようなものであっても、この
いわゆる3号だとか4号だと思いますが、行政機関においてこの規定を適用主張するケースが多々見られます。でこのために、今般の改正案におきましては、この情報公開法5条の3号4号というこの安全に係る部分、これが行政機関の長の裁量判断を尊重するのにふさわしいものだけに限定して、適用されるようにするために、また情報公開訴訟になった場合に行政機関がその判断について十分に説明ができるようなことを前提に行政の段階で厳格な審査をしてほしいとこういう観点から現在は恐れがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報を十分な理由とこういうふうに改める案を出させていただいているところでございます。なおですね、今刑事訴訟法におきましては逮捕状による逮捕の要件として疑いに足りる相当な理由が求められる一方で、逮捕状を必要としない緊急逮捕の要件としては疑うに足りる十分な理由が求められておりまして、十分な理由というのは相当な理由よりより強い根拠が求められるというふうにされております。で判断基準が変わるのかどうかということについては、この不開示事由の該当性の判断はその時の社会情勢、信頼関係、多様な要素を踏まえて、判断することになるので、判断基準そのものがどう変更されるかどうかは今の時点で、具体的には示すことは難しいですが、少なくとも相当な理由というものは十分な理由に改められることによってより厳格な理由が求められるということについてはこれ間違いないと思います。岩井君、もうちょっと簡潔に答弁してね。で時間がだんだんなくなってきましたんで、民主党の改正案に、私10点ぐらいちょっと疑問点があったんですが、コアな部分は要は情報公開訴訟にインカメラ審査を導入するというところですよね。それがその特定秘密保護法においてですね、国民の知る権利等を補強することにつながるという考え方に基づいてこういう提案をされたんだと思いますから、そこに焦点を絞って残された時間聞いていきたいと思いますが、まずこの裁判官がですね、安全保障に特化した秘密指定の是非というものを適切に審査するということが果たして可能なのかなという疑問がございます。この点についてはいかがお考えですか。提出者枝野君。今のご提出者の答弁にもありましたとおりですね、あくまでも裁判所が判断をするのは裁判所として、これが外交防衛上例えばですね、国益を害するかどうかという判断ではなくて、政府行政機関の長において国益を損なう十分な恐れがあると判断したことが適切であるのかどうかということでございますので、これはやっぱり法律的には相当意味が違います。だから不十分だというご批判も一方からあるわけですけれども、しかしあくまでも行政機関、つまりそれについての専門的な知識情報を持っている行政機関が判断すること、そういう判断をしたことに十分な根拠があるんだということさえ政府はして応援すればいいわけでありまして、裁判官自身が自らの知識情報に基づいてこれが国益を損なうのかどうかという判断をするわけではありません。岩谷武史君。その行政が国益を損ねる恐れがある、これは情報提供になるんだという判断したことがその適切だったかどうか判断をするということのためにもですね、私は相当のその知見というものを要するというふうに思いますので、今議論しているのはその特定秘密、国家安全保障上の取得されるべき情報の問題について議論をしているわけでありますから、逐一というか、こういう形で手法に接続することが本当に適切なのかどうかなということは、これからまた時間をかけて議論をさせていただきたいと思います。それから、その情報公開訴訟ができる裁判所を増やすと、50箇所ぐらいに増やすんだとこうなっておりますけれども、それによって乱訴というものに陥る恐れはないんでしょうか。そうなってしまえばですね、それに対応する今度行政機関の負担が著しく増大するということになる恐れがあると私は懸念いたしますが、その点いかがですか。提出者枝野郁夫君。
私も行政の内側でも仕事させていただきまして、なんか本当に情報公開知る権利のためなのか、それともなんか行政困らせたいのか、ちょっと判断に迷うようなですね、超大量な情報公開請求なども現実にはごく一部あったり過去にはしています。で、そういったことに対しては実は我々の法案でもですね、適切な対応ができるように訴訟以前の段階でですね、実は制度をいくつか組み込んだりもしております。そうしたことを受けた上でですね、裁判まで起こして本当にこれ公開をさせたいというような案件というものが現実的にもこれまで裁判所の数が絞られていたこともありますけれども、それにしてもそれほど大きく出ていると、むしろまさに真摯に本当に争いがあって、これは公開すべきだろうかということについて裁判所に持ち込まれているというのが実態であります。で、実際にこれ知る権利で、個人の利益利害というよりも公益的な目的で裁判で、本来公開すべきものを公開させたいということが一般的には原告側の立場でありますので、それをですね、例えば沖縄に住んでいる方に福岡地方裁判所で裁判を起こさなきゃ起こせませんよということが適切であるのかどうか、そして今申し上げたようなこれまで、全くゼロとは言いませんけれども、乱訴で大変なことになるという現実は生じていないという状況を踏まえたときには、これはまさに知る権利のために争う余地をですね、現在の8カ所から遠い地域に住んでいらっしゃる方にも十分に保障することの方が優先する利害であると思っています。委員長、はい、岩井武一君。これ高裁から地裁レベルにまで拡大しようということですが、私はこれは乱訴という状況を招く恐れが非常に強い、と思っています。それからこの民主党の提案通り、情報公開法を改正した場合には、当然その今出されている政府案の特定秘密保護法の当該条項、つまり公益のために特定秘密を提供するというオプションの中の一つにこれを入れていくという、そういう改正をするということになると、こう考えてよろしいですか。提出者、枝野幸男君。両法案とも今国会で審議をされているところでございますので、もし我が党提案の情報公開法改正に、御党をはじめご賛同いただき成立をした場合には、政府において政府提出の法案について適切な対応をなされるのではないかと思いますので、私が申し上げるべきことではないと思います、はい、岩井武史君。そしてですね、さっき、大口、委員からも質問がありました。ここが肝心なところだと思うんですよね。民主党の改正案でも行政機関が特定秘密の提供に同意しないということが、予定されているわけですよね。で、その特定秘密というものの性質に鑑みればですよ、これはもう同意しないことがほとんどのケースになると私は思います。で、それでもなおかつ、こういうその改正をするということの理由は何なんですか。提出者、枝野幸男君。これは裁判手続き含めてですね、情報公開手続きで何が公開の対象になるかというのは、まさに不特定多数に公開公表することによって、一言で言えば国益を害する十分な恐れがある場合ということになるわけでございますが、インカメラの手続きの要件は、こう裁判官にだけ見せる、不特定多数に漏らすわけではない、裁判官に見せることでも、それでも国益を害するという要件は決定的に違います。それは現在のさまざまな政府における秘密指定においても、それは一般には漏らしてはいけないものを指定しているわけですし、私も官房長官としてそういう秘密にたくさん接しました。それは今の立場になってもそれは外に言うことできません。でもその中の大部分は裁判官にだけ見せていただいて、それでこれは確かに外には出せませんねという判断をしていただいても何の問題もないものが、
まあ、おそらく御党の提出、政府の提出の特定秘密に該当するであろうなと想像されるようなものについても、むしろその方が大部分でありますので、政府においては、当然もし我が方の法案が成立しましたら、法に基づいて、同意はしないものについては、非常に限定的になる。そしてその限定的になっている、その理由をしっかりと説明しなければならない。同意拒否をする場合の理由が限定されていますので、しっかりとそれを説明しなきゃならない責任が課せられていますので、十分に機能すると思っております。委員長、岩屋武一君。いや、そもそもその厳格なルールに基づいて明かせないと、秘匿すべきだと判断したものが特定秘密になっているわけですから、これは裁判所で争われたとて出さないという判断をするケースがほとんどになると思います。で、さっき大口先生とのやり取りの中で、立証責任という言葉をめぐっての議論がございましたが、実際には もちろん立証責任なんかないわけですよね。だから枝野さんはなんかその政府がいかにも説明しなければならないと、相当の理由を説明しなければならないというふうにおっしゃってますけども、民主党の法案の中にも別にマストの規定はないわけですね。で、私が想像するに、この裁判ができる、情報公開訴訟ができる裁判所をバンバン増やすと、そこでその特定秘密が争われたら、ほとんどの場合ですね、政府が不同意だ、不同意だ、不同意だということが続くと、そういう状態に立ち至ればですね、それが政府に対する、行政機関に対するプレッシャーになると、だから抑止力になるんだと、こういうお考えですか。提出者、枝野行君。繰り返しになるんですが、その最終的に情報公開訴訟で被告が負けて、情報を広く一般の皆さんにも公開しなさいとするかどうかという、その基準と、それとその裁判官にだけ見せることが是か非かという基準は相当水準が違う。特定秘密の法案については、これからご審議、我が党からもするわけですので、それについて直接評価は下しませんが、現行でも様々な秘密が指定されているわけですね。それらの秘密も、広く一般の皆さんに、あるいはそこを通じて、特定の外国に伝わってしまう恐れがあるから、だから秘密に指定をして、そして現状でも公務員法や自衛隊法で守っているわけですよね。しかし裁判官という別のルールで守秘義務が課せられていて、現に裁判官だけに見せたものが外に漏洩するだなんてことは、少なくとも戦後の日本において現実問題として生じてきていません。その裁判官にだけ見せるということの是非については、インカメラの要件になっているわけで、それについては拒否をできる余地は残っていますけれども、拒否するには裁判官にすら見せられないんだということをが条件なんです。で、その裁判官にすら見せられないんだということを、単に仮に特定秘密法のような法律があろうとなかろうと、例えば現状で、例えば自衛隊法上の秘密なんだと言っても、そのことでは全く理由にはならない。そのことだけ言ったら、それこそ確かに世論のプレッシャーを受けて、とてもじゃないけど政府は僕は立ってられなくなると思います。どうしてもこれは裁判官だけにでも見せられないんだ。裁判官にだけということは、基本的には一般国民の皆さんや他国に伝わる恐れないけれど、それでも裁判官にだけでも見せられないんだということについては、それはきちっと説明ができなければ、それは確かに世論にの大きなプレッシャーを受けることになるでしょう。それは大きな、やはり意味を持つだろうというふうに思います。岩屋武一君。まあ、ですから、その、なんていうのかな、ほとんど、その、実行されないというか、その、具体的な成果が、上がらないであろうと予想されるものを埋め込むことによって、まあ、しかし、それが、その、行政に対する抑止力になり得るんだ、という考え方に基づいて、この情報公開法をこういう形で改正するというのが、果たしてその本筋なのかどうかなというところに疑念があります。本当に短くやって。提出者、江戸の井京君。このインカメラもですね、原告が申し立てたら自動的に同意するのかどうするのかって話はありません。裁判所がこれどうしてもインカメラやらないと判断に困るということの必要性を裁判所が判断したときだけですから、そもそもインカメラに行くこと自体がそれほど多いケースだとは想定していません。岩屋武一君。もう一点ですね、
この特定秘密を知り得た裁判官が守秘義務を犯した場合は、これ特定秘密保護法上の罰則の対象になる、まあ、最長5年ということになるわけですが、特定秘密に指定されていない秘密の中にも私は安全保障上重要な情報が含まれている可能性はあると思うんですね。でそれに関して守秘義務を裁判官が犯した場合には、弾劾裁判や文言裁判がその適用されるに過ぎないと。で私は この量刑の差は非常にバランスが取れなくなってしまうんじゃないかなとこう思うんですが、いかがですか。提出者枝野幸男君。私どもの法案は政府提出 の特定秘密保護法が成立することを前提としているものではございませんので、今のお尋ねに直接お答えをすることは避けたいと思いますし、これから申し上げることは私別の立場でそちらに座って森大臣に聞くべきことかもしれませんが、政府提出の法案でも現行の民事訴訟法の文書提出命令に関してインカメラの手続きが規定されています。そのインカメラの手続きに基づいて裁判官だけが特定秘密を見ることが想定されていて、それを漏らしたら懲役5年で、それ以外の場合のインカメラの場合は文言処分ということは、むしろ政府提出法案の中にそのインカメラの場合とそうでない場合との、アンバランスとは組み込まれているものでございますので、繰り返しますが私のはそのことを前提としておりません。岩谷武史君。はい、私どもは何もこの段階でですね、民主党提案を否定しようと思って聞いているのではなくてですね、せっかくのご提案ですからよく聞かせていただきたいということで質問させていただいた次第であります。いずれにしてもお互いの努力で、NSC 法を可決をしたわけでございますから、やっぱりそれに伴う情報保全の仕組みもお互いに真摯な議論を重ねてですね、最善の答えを見出していこうではありませんか。大臣も頑張ってください。そのことを申し上げて質問を終わります。ありがとうございました。次に橋本学君。はい、委員長。橋本君。はい、自由民主党の橋本学でございます。本日は質問の機会をいただきましてありがとうございます。いろいろご配慮いただきました委員長はじめご関係の皆様方に感謝を申し上げたいと思いますとともに、私も当選2回目、にして初めてこの場所で質問する機会をいただきました。国会に送っていただいた皆様のご期待にしっかり応えるように頑張っていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。さて、先ほど来いろいろ議論がありますように、この今議題になっております特定秘密保護法案、いろんな議論がございます。多くの団体とかあるいは個人の方、ファックスが事務所にいっぱい来ているのはうちだけではないと思いますが、あるいはさまざまなメディアからも注目が集まっているところであります。また代表質問、昨日の代表質問でも多くの会派から質疑がありまして、いろんなご懸念も表明があったというところであります。この特別委員会でしっかりと議論をさせていただいてですね、私としてはこの法案に対するいろんな懸念がきちんと払拭をされて、法案の必要性がまた多くの皆様に共有をしていただくように、丁寧に議論をしていくことが大事なんだろうなと思っておりますし、ぜひ大臣、副大臣はじめ政府の皆様にも、しっかりご答弁をいただけますようにとお願いを申し上げたいと思います。さて、これまで3名の方が質疑に立たれておりました。それぞれの党の中で、PT の、 座長でありますとかいろんな形でその党内議論に重きをなくしておられた議員の方々の質問がだったと思います。私は実はあまり党内の議論の時にはタッチをしておりませんでして、質疑をするようになるかもしれないという時点で改めて、法案全体を見させていただき勉強させていただき、またいろんなメディアの切り抜きですとかそういうところで、前の方々の反応談話も拝見をさせていただいたところであります。でそうするとですね、メディアの論調が特にでありますけれども、要するにこんな懸念があるよねとかあんな恐れがあるよねっていうような、
まあ、その言い方を悪く言えばその抽象的すぎるんじゃないかとかオーバーすぎるんじゃないかというような反対論も、まあ、見受けられるような思いもするというのは否めないところでございます。まあ、ですから今回のこういう質疑の場をせっかくいただきましたから、その単にですね、こう萎縮するんじゃないですかとか、こういうその権利が侵害されるんじゃないですかというだけではなくて、具体的な場合を挙げて、こういう場合はどうなのだ、ああいう場合はどうなのだ、こういうようなその具体的なですね、状況とか事例を挙げて冷静に議論をその深めていくような、そういうような質疑をしていきたいと、こう思うわけであります。まあ、先ほど今朝の長官のですね、ある新聞の長官を見たらですね、一面にこう早やにすべしてこう書いてあるわけですね。いやいや、審議もしてないのに結論を出すのはおかしいでしょうと、まあ、やはりそのような思いがするわけでございまして、しっかり充実をした議論をしていきたい。まあ、例えばですね、報道の自由をが報道の取材をする、ね、それが萎縮をする恐れがあるんだ、こんな懸念もよく目にするわけでありますけれども、もう質疑はいたしません。21条でですね、法令違反または著しく不当な方法によるものと認めない限り正当、こういうふうに書いてあるわけですから、まあ、単に面会して質問をする、まあ、いわゆる一般的な取材ですね、これが違法になるものではない、明らかであります。あるいは、以前森大臣がですね、産経新聞さんだと思いますが、居酒屋で、少子化対策について語っておられた記事を拝見をいたしまして、うん、羨ましい企画だなと思った覚えがございますが、まあ、例えばそんな機会で森大臣が特定秘密を扱う立場におられて、まあ、うっかりとお話になってしまわれた、それを取材した側が罰せられるわけではないですね。はい、そういうことは明らかなのでありますし、じゃ逆に言うとですね、そのどんな取材の方法が萎縮しちゃうのかなというののイメージが個人的にはつかないなという思いがあります。まあ、例えばその暴力振るって言えっていう、それは不当ですよね、当然であります。だから逆に言うと萎縮するような取材の方法というのはどういうことを考えているのかな、例えばそういうもし議論をされる方がおられれば、そういうことをきちんと例示をして、お話をしていただきたい、まあ、このように思うところでございます。今日は私はまあ、その話には触れませんけれども、私内の一つのテーマを持って質疑をさせていただきたいと思っております。それはですね、ちょっと特殊な例になるのかもしれませんけれども、まあ、ついこの間まで NSC 法の審議をここでしております、この委員会で されておりました。で、そうするとですね、こう有事の場合はどうなんだとか、あるいはその有事と言えるのかどうかわからないグレーゾーンの場合はどうなんだ、こんな議論もされていたわけでございます。じゃあこういう場合において、この特定秘密保護法案がどうなのか、そして国民の知る権利というのはどうなのかということというのに、まあ、ちょっと焦点を当てた質疑をさせていただきたい。まずその具体的な話に入る前に、前提として国民の知る権利というものについてお伺いをしたいと思っております。よくやはりこの国民の知る権利という言葉もこの法案を議論される中で、まあ、侵害される恐れがあるんだというような文脈で使われる言葉であります。しかしやっぱりそのどういうことを指して知る権利と言っているのかなというのは具体的な議論をもう少ししていただきたいなと思う場面が多いわけであります。まあ、憲法に保障されているというよく言葉書きもつきますが、はっきりと言葉で書いてあるわけではないですね。で、まあ、もちろんその民主主義の国ですから、当然にその行政が持っている情報だとかいろんなものは公開をされてチェックを受けていくべきである、これも当然なことであります。まあ、そんなような状況の中で、ぜひこの法案を所管される大臣として、まあ、森大臣のお考えで結構でございますが、その一般に日本国の憲法上国民の知る権利があると言われていますが、その根拠についてどのように考えておられるか教えてください。はい、委員長。森大臣。国民の知る権利については憲法上明文の規定が設けられているわけではございません。しかし、私もですね、憲法第21条の保障する表現の自由と結びついたものとして、十分尊重されるものというふうに、思っております。総務省行政管理局の出している紹介情報公開法
にはですね、このように書いてあるんですが、憲法21条の保障する表現の自由は、国民が広く思想や情報を伝達し、またそれを受け取る自由のみならず、政府が保有する情報の開示を求める権利をも含むと理解されており、この権利が特に知る権利と呼ばれておるというふうにまあ書かれております。私はこの知る権利もですね、しっかり保障をしていくべきだという考えでですね、この法案に初めてでございますが、知る権利という言葉をですね、条文の中に書き込ませて、いただいたところでございます。まあ、本法案に、ついてはですね、国民の生命、そして国家の安全を守るために、特定秘密を保護する必要性と、そして知る権利とのバランスを考慮しつつ、本法律案を適用していくことが必要だというふうに考えております。はい、委員長、橋本君。はい、この知る権利については、その今、大臣が挙げていただいたその21条の表現の自由に関するものと、まあ、裏表のものというような言い方もされますけれども、そういうことでも言われることもありますし、まあ、あるいはその人によってはですね、前文でその日本国の主権は国民にあるのだという主権在民が謳われています。ですから国民にきちんとすべてを知らせるのは当然なのだというところに派生をして、まあ、解釈をされておられる方もおいでなんだろうなと思います。ただいずれにしても、大臣もう一回、まあ、確認なんですけどしっかり答弁いただいていると思いますが、まあ、大事なことだとでこの法案で書き込むぐらい、だと思っていらっしゃるということを改めて確認させてください。森大臣。知る権利については憲法21条の表現保障表現の自由ですね、憲法21条の保障する表現の自由と結びついたものとして、まあ理解をしておりますので、しっかり保障するというそういう考えのもとこの条文に書き込ませていただきました。はい、橋本君。はい、では具体的にですね、この特定秘密保護法案について、まあ、今その保障すると書き込まれたというご答弁ありましたけれども、まあ、それも含めあるいはそれ以外にこの知る権利をどのように保障しておられるかということを教えてください。委員長。岡田副大臣。はい、お答えをいたします。国民の知る権利につきましては、ただいま森大臣からも答弁をさせていただきました。そしてさらに橋本委員からもご指摘がありましたように、憲法上明文の規定が設けられているわけではありませんが、憲法第21条の保障する表現の自由と結びついたものとして十分尊重されるべきものと考えております。本法案では第21条で国民の知る権利の保障に資する報道または取材の自由に十分に配慮しなければならないと規定し、本来報道されるべき情報が隠されたり、報道機関の正当な活動が制限されることがないよう、本法案の解釈や運用には慎重な態度を持って当たることとしており、国民の知る権利についても十分に配慮されていると考えます。以上です。はい、以上。橋本岳君。はい、まあ、21条によってということでございました。でただね、これまで、まあ、岡田副大臣もそのいろんな機会で今おっしゃったような答弁というのはされているんだと思うんです。でにもかかわらず、まあ、いろんな報道とかですね、いろんな懸念というのが、まあ、必ずしも払拭されていないというのも、まあ、残念なところだろうと思います。先ほど町村委員が資料で配布されました Q&A なんかもございました。あんなものも使ってですね、ぜひ払拭をしていく努力ってさらに必要なんだろうなと思うわけですが、ただね、僕そういう一般論だけではなくて、個人的にその日本が繰り返してはならない過去ときちんと向き合うということが必要なんではないかと、このことについては思っております。これにつきまして資料が配布をされておりますが、のでご覧をいただきたいと思います。この紙1枚本のコピーで、こういう昭和の三傑憲法9条は救国のトリックだったという文庫本でございますのコピーでございますが、まあ、この本は憲法の議論するときにはご覧になっていたら面白いと思いますが、まあ、今日は憲法審査会ではございませんので、まあ、この本の中でですね、その取り、コピーをしたページは、その憲法制定時に首相を務めた重原喜重郎が体験をした終戦のその玉音放送を聞いた後の光景で、の描写がございます。まあ、読み上げさせていただきます。重原喜重郎は終戦の玉音は
日本クラブで聞いた。ちょっと飛びますけれども、その帰途の電車の中、乗客が一人涙ながらに悲憤公害をする。我が国がなぜ今回の戦争に突入しなければならなかったのか納得し得られない。政府や軍部の発表せるところは事態を誇として国民を愚弄するものである。また戦局の進行についても着々順調な経過をたどっているがごとき楽観の報道のみを掲げ、無条件降伏を必要とするような悲惨な状況に迫っていたことなど一言も公表せられたことがない。国民は目隠しして屠殺場に追い込まれる牛馬と同様の扱いを取り扱いを受けているのであると、このような声があった。これを聞いて満車の乗客はことごとく同感の叫び声を上げた、こういうような記述があって、これを聞いて篠原喜十郎は深く心に臭するところがあってということになるわけでございます。先日のですね、その NSC の審議の時、NSC 法の審議の際に、共産党の中峰先生から、これは大法院を作るものではないですか、というような質疑がございました。決して国家安全保障会議はそのようなものではないと思いますが、一方でですね、この法案によって、戦時中という表現が適切かどうか分かりませんが、その安全保障上重大危機にあるときにですね、もし包括的にすべての情報がすべて、特定秘密に当たるとかいうような形で伏せられてしまって何も分からない、国民や国会に本当の状況が示されない、国の方針について議論も判断もできるような情報が与えられないようなことになるのであれば、それはそのいわゆる大本営発表といわれるようなものの再来になってしまうのではないかなというようなご心配の向きも、この法案について、もしかしたら付きまとっているのではないかなと思うわけであります。例えば、自衛隊の持っているミサイルの性能がどうだとか、外務省が使っている暗号がどうだとか、そんなことはですね、秘密にするのが当たり前なのであって、技術的な情報をしっかり守っていただいて、かつ それを、例えば我々国会議員が知らないからといってその国の大臣を謝る、そんなことではない。ですからこの法律は必要だと思います。しかしながら、その二度と我が国はその国民は目隠して屠殺場に追い込まれる牛馬と同様の取り扱いを受けているなんていうような状況を作ってはならないのでありまして、これは平時でも当然ですし、有事の際においても国民主権の国として適切に情報提供はなされなければならない。二度と大本営などというものを作ってはならない。これはこの場にいるすべての人が共有していただけるのではないかと思うわけであります。そこで具体的な状況を示していくつかお伺いをしたいと思っております。まず枠組みについてお尋ねをしたいと思いますが、先ほど来お話をしているような周辺事態ですとかグレーゾーン事態でありますとか、そんな状況が想定をした場合にですね、実際そんなことが起こると、外務省なり海上保安庁なり警察庁なり、あるいは自衛隊、それぞれの政府機関が状況に応じて活動することになります。そうするとその中で特定秘密に当たる情報というのも生じてくるでしょう。その場合ですね、特定秘密に当たる情報というのは誰が指定をするという枠組みになっているんでしょうか。お尋ねします。鈴木新官。お答えいたします。特定秘密は大臣等の行政機関の長が当該行政機関の所掌に係る法律の別表に限定列挙した事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏洩が我が国の安全保障に著しい支障を与える恐れがあるため、特に秘匿することが必要であるものを否定するものであります。従いまして、自衛隊に関して防衛省が有する情報を防衛大臣が、外交に関して外務省が有する情報を外務大臣が法律に定める要件を満たすことを確認の上、特定秘密として指定することになります。はい、橋本君。はい、今回の枠組みでは要するに各その省庁が持つその秘密については、その特定秘密にしてはその各庁の長が行うということで、自衛隊が持っている情報については防衛大臣がとか、外務省が持っているものについては外務大臣が、こういう話でございます。個別に指定するんだということでございます。もちろんそれは共通のガイドラインがあってということではありますけれども、そのようなことですね。じゃあ今日は防衛省の政府参考にお越しをいただいておりますので、防衛省に伺います。私当選1回目の時から、当時はその衆議院テロイラク特別委員会と言っておりました。今は海賊テロ特別委員会になってますが、所属をしておりまして、そのテロ特措法でありますとかイラク特措法でありますとか、そのような審議に立ち会っておりました。で、
例えばイラク特措法の議論であればですね、こうあの自衛隊が出ておりましたサマワの地域はあれは戦闘地域なのかどうかとかですね、あるいはあのバグダッドの上空は戦闘地域なのかどうかとか、まあ、そんな議論をしていたような記憶がございます。でこのような議論をするにあたってですね、やはりその我々が出かけていって現地をまあ見ることは必ずしもできたわけではございませんので、やはりその外務省とか防衛省などが知り得た現地の情報、出来事などを報告をしていただいて、でそれに依拠して議論することが多かったように記憶をしております。もちろんそれだけではございませんけれども。で、まあ今後もですね、平和貢献のために自衛隊が海外に派遣をされるということは十分あるんだろうと思うわけですけれども、そうするとやはり我々国会としてはそのような議論をしなければなりません。でそのような防衛状況においてですね、自衛隊が認識をした現地の情勢事情のようなものでありますとか、あるいは自衛隊自身がどのような状況であるのか、そのようなことというのは特定秘密に含まれるのでしょうか。あるいは自衛隊が持っているその時何を持っていたのかという装備についてでありますとか、あるいは宿営地の警備どんな具合にしてるんですか、そんなことについて、特定秘密に当たるのかどうか教えてください。真鍋防衛局次長。まず最初にこの法案そのものにつきましてはですね、内閣官房が主管しておりますので、あくまで私の防衛上の観点からということで、ご回答ご答弁申し上げたいと思います。今委員がご指摘のさまざまなですね、現地の事情とか、あるいは装備品の関係、あるいは部隊の状況といったものにつきましてはですね、それらが特定秘密に該当するか否かということにつきましては、まあ、率直に申し上げて個別具体的にやはり判断していく必要があると存じますので、現時点においてですね、一概にお答えすることはなかなか難しい面がございます、正直なところですが、しかしその上で一般論を申し上げますと、この特定秘密保護法案の別表の第1号の E にございます、自衛隊の運用またはこれに関する見積もりもしくは計画もしくは研究、あるいは炉でございますけれど、防衛に関し収集した電波情報、画像情報、その他の重要な情報と、こういったものなどにですね、該当する可能性はあるというふうに考えられるところでございます。ただいずれにいたしましてもですね、特定秘密の今後この指定はですね、特定秘密この法案の保護法案の規定と、それから外部のですね、有識者のご意見、これを反映させた基準、これに従って適正に行われるということだろうというふうに理解しておるところでございます。橋本君。重ねてお尋ねをします。まあ、自衛隊の装備だとかはそれ当たるのかもしれません。ただその自衛隊が見た知った現地の事情みたいなものは当てはまると思われますか。真鍋次長。ですね、今おっしゃったで、その現地で見聞きした事情ということでありますとですね、これまた申し訳ありません、先ほど前提申し上げた同じ前提ですね、上で一般論で申しますと、一部繰り返しになるかもしれませんが、先ほど別表第1号炉のですね、防衛に関し収集した電波情報、画像情報、その他の重要な情報、これに該当する、これなどにですね、該当する可能性はあるものというふうに考えております。はい、橋本君。はい、じゃあ、まあ、別の状況を想定してみましょう。まあ、尖閣諸島にですね、どっか特定の国の軍艦がやってきて、上陸をしようとしているでありますとか、あるいはそのどこの国かよくわかりません、軍艦でもありませんが、武装勢力がやってきて、上陸をしようとしているというような、まあ、有事とかグレーゾーンとか呼ばれる場合、自衛隊がその告知をした知ったですね、時々刻々の情勢であるとか、あるいは不幸にして自衛権を行使しなければならなくなった、まあ、戦闘に至ってしまった場合の、まあ、状況でありますとか、まあ、その時の自衛隊の配置、あるいは被害の損害、そんな情報というのも特定秘密になるんですか。真鍋次長。今委員ご指摘のですね、いわゆるグレーゾーンの事態が起こったときにですね、
その現地においてその、まあ、いわば取得されたですね、各種の情報ということにつきましてはですね、これもあの申し訳ありません、先ほど前提として申し上げた点をもう一度ですね、確認申し上げた上でですね、それが当てはまるということをですね、申し上げた上でですね、今のもあの情報等につきましてはですね、あくま一般論でございますが、この秘密保護法別表のですね、第1号いあるいはローと先ほど内容につきましては申し上げましたが、このこういったものにですね、該当する可能性はあるものというふうに考えております。橋本君。まあ、可能性を言い出したらそうなるんだろうなと思うわけですけれども、実際のところこれまでの書いてる法とか、テロ特措法とかイラク特措法とかの審議の時にですね、はそれぞれ自衛隊からその、まあ、要するに該当しないものという範囲ででしょうけれども、情報をいただいて審議をしてきたわけであります。もちろん含まれることもあるでしょうけれども、そうでないものはそうでない、したがって出せるものは出していただくのだという前提でお話をいただきたいとぜひ思うわけでありますけれども、まあここのですね、その細かい先ほど申しました特に有事の時という想定で話をしてますから、リアルタイムに全てを出せというのは必ずしも日本の国益にかなうものではない、国民を守れないかもしれない、恐れの高いということもありえますので、そうしたものについてそのうまくどう仕切っていくのかという、情報を出していくのか出さないのかというのは大変難しい議論なんだろうと思うわけであります。ただ今のように可能性があります、可能性がありますと、じゃあ全部ですかという気持ちにもなってしかねないようなちょっと答弁ぶりもあったなという思いもいたしますけれども、森大臣にお尋ねをします。今回の法案はですね、そうしたその包括的に、じゃあそうした状況をすべて特定秘密に当ててしまうのだ、そしてそのベールに隠してしまうのだ、そんなことになってはならないと私は思いますけれども、そういうようなものを目指した法案ではないということをしっかりとお話をいただきたいと思います。森大臣。そのようなご懸念はないものと答えます。そもそもこの法案作るそもそもの趣旨ですけど、国民の生命、国家の安全を守るためのものであります。それが今まさに脅かされようとしている有事またはグレーゾーンの時にですね、国民にそれを知らせなくてどうやって守れるのか、どうやって逃げるのかということになってまいります。ですから当然それはですね、国民に知らされるべきものです。本条文のですね、一条にも書いてあります通り、もちろん別表に当たるもの、そしてですね、さらにそれが非公知性、まだ明らかになっていない、報道等にも出ていない、そして特に、取得するものが必要である、我が国の安全保障に関する情報のうち特に取得するものが必要であるという、特に必要性というものがあるわけです。この特に必要性というのはまさに、そういう事態があったときにですね、その警備のためにですね、どこに何台防衛のための設備を設けるとか、そのようなその細かいことに対してはですね、機微情報については詳細にもちろんお知らせすることはできない、そのことをもって国民を守ろうとしているわけでございますから、それはそうでございましょうけれども、今橋本委員がご指摘のようなですね、お懸念になるようにすべて目隠ししてしまうんだとか、すべてわからなくしてしまうということはありえないということをはっきりお答えをしておきたいと思います。はい、橋本君。はい、もうぜひ森大臣の答弁を信じたいと思っておりますし、先ほど州法の提出者として枝野議員がそちらにおられました。有事というわけではなくて災害時ですけれども、東日本震災の時に官房長官としてよくテレビにお出ましになっていろんな広報をされておられた、よく拝見をいたしまして、官房長官は日々目の下にクマが増えていくので大変だなと思いながら、その職業的使命感というのはすごい立派だなと思いながら拝見をしていた覚えがあります。どうやってそういう時に
きちんと国民のにその正しいことを伝えるのかということは、それはそれで、まあ、この法案とは別に、まあ、例えば NSC あたりで議論されるべきことなんだろうと思いますし、まあ、そうしたことも含めて今後日本の安全がしっかりと守られていくべきである。しかしながら過去の過ちを再び繰り返さないように、これからも、まあ、そのような思いをですね、皆様と共有をさせていただきたいということを申し上げまして、少し早いですけれども質問を終わります。以上です。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会をします。ありがとうございます。